ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。霊夢、突然だが最強の動物ってなんだと思う？いきなりねマリサ。うん、百獣の王的な意味じゃないわよね。そうだ。実際に全ての動物がバトルすることになったら、どの動物が強いかってことだぜ。それなら凶暴で体の大きな動物が勝ちそうね。確かに体が大きいのは有利になると私も思うんだぜ。ん？ヒグマ、サイ、あ、カバも強いって聞いたことあるわよ。私はな、ゾウだと思うんだ。ゾウ？確かに体は大きいけど、凶暴じゃないから強くないと思うわ。絶対ゾウだと思うぜ。なんせあのマンモスの血を引いているんだからな。あ、マンモスは確かに強そうね。でもマンモスとゾウは関係ないんじゃないの？そんなことはないぜ。絶対強いんだぜ。よしなら今日は霊夢にマンモスについていろいろ教えてやる。それなら面白そうね。聞いてあげるから始めなさいマリサ。そう、最後には霊夢をギャフンと言わせてやるんだぜ。それじゃあゆっくりしていってね。マンモスってすごく有名じゃない？化石もたくさん発掘されてるし、最近では凍ったままの体が発見されているらしいじゃない。お、さすがの霊夢もよく知っているな。そりゃそうよ。マンモスって言えば大きくて毛が長くて牙があって、あれ？どれくらいの大きさなの？それが大きさも種類もたくさんあるんだ。一番小さいマンモスは小人マンモスで1メートルほどで、一番大きなステップマンモスって種類は大きいもので高さ4メートル、体重は20トン近くもあったんだぜ。20トン、普通のゾウの何倍くらい？みんながよく想像するアフリカゾウが高さ3メートルで重さが6トンほどだ。めちゃくちゃ重いじゃない？3倍以上はあるのね。そうだな。だから昔の人はマンモスを発見した時、巨大な人間の骨か怪物の骨だと思ったらしいぜ。大きい人間だとしてもめちゃくちゃ大きいじゃない。例えば15世紀に発見されたマンモスの大腿骨は巨人の骨だとされて、ウィーンにあるステファン大聖堂に飾られていたんだ。大腿骨は特に太くて人間のものに似ているから、余計にそう思えてたんだろうな。古代にマンモスみたいな大きな生き物がいたのもロマンだけど、巨人がいたって考えるのもロマンがある話ね。そうだな。今でもマンモスは目撃情報があるくらいだからな。あるある。誰も入ったことのないシベリアとかアラスカの奥地でまだマンモスが生きていたってやつでしょ。ここら辺はビッグフットとかのユーマーとも関係がありそうだよな。でも生きていると思わせるような理由があるんだぜ。え、だって絶滅したんでしょ？約4万年から数千年前に絶滅したと言われているぜ。なんか期間がざっくりしてるわね。ふふ、それは後でのお楽しみだぜ。ところでマンモスの名前の由来って知ってるか？そういえば知らないわね。マンモスっていう名前はロシアのタタール語が由来で、大地の下に住むものという意味のママントウから名付けられたという説がある。あ、マヌートって名前のブランドがあるわね。確かあれもマンモスだったわ。名前には他にも説があるの？シベリアで発見されたマンモスの牙を交易で運んでいたアラブ人たちがカバという意味でメヘモスと呼んでいたという説なんかもある。名前の由来にすでに時代を感じるわ。そういえばさっき昔からマンモスの化石は発掘されてたって言ってたものね。そうだな。特にシベリアでは続々と発見されていたんだぜ。そこで1860年にロシアの科学アカデミーは、マンモスの完全な骨格を発見した者に100ルーブルを支払うなんてパンフレットも出した。1860年の話なの？それでマンモスの化石は発見されたの？いや、それが悲しいことに発見されなかったんだ。なんで？お金をもらえるんでしょ？私ならシベリアがなくなるくらい掘りまくってやるわ。みんなが霊夢みたいだったら本当にシベリアがなくなりそうだな。現地の人は霊夢と違ってマンモスの化石を恐れていたんだ。どうして？あ、人間の骨だと思っていたから？それもあるだろうが、単純にマンモスの骨を発掘するとマンモスを冒涜することになって呪いを受けると思っていたんだ。あ、それはその当時の人ならそう思っちゃうかもね。他にもマンモスを発掘した後、それを運搬させられるのが嫌だからって理由もあったらしい。それが理由で発見したマンモスの化石を発掘しても報告しなかったり、捨ててしまうこともあったんだぜ。え、そのマンモスの化石どうなってるのかしら？さあ、闇に葬られてしまったからな。もったいないが、当時の現地の人のことも思うと責めるわけにもいかないから、なんともやりきれない話だぜ。そうね。でももちろん無事な化石はあったんでしょ？もちろんだぜ。1900年に北シベリアのベレゾフカ川岸でマンモスが発見されたという通報があって、ロシア科学アカデミーの動物学者たちが発掘に向かった。おお、ついに全身が見つかるのね。見つかったマンモスは腐敗はしていたものの、残った頭蓋骨と地中に埋没した下半身という半分立ち上がったような姿勢をしていたそうだ。はい、完全な骨じゃなかったの？そうだ。なんせ見つかった場所は永久凍土だったからな。あ、最近冷凍マンモスが見つかっている場所と同じね。だから発見されたマンモスには肉も内臓もあったんだぜ。残念ながらこの時はまだ保存技術が発達していなくて、ある程度研究した後骨の標本になった。
それでも当時は驚いたでしょうね。この時何かマンモスで分かったことってあったの？ああ、胃の内容物からイネ科の植物とスゲがたくさん出てきた。他にも骨折していることなんかも分かったんだぜ。ちなみに2005年に愛知で開催された愛知九博で公開されていたのはシベリアで発掘されたのもユカギルマンモスで、ユカって呼ばれていたんだ。そうそう、懐かしいわね。冷凍だけどまだ肉がついてたり毛が生えていたりしてすごかったわ。まだまだ冷凍マンモスは発掘が続いているぜ。特に最近は温暖化で永久凍土が溶けて発掘しやすくなったから、サハ共和国あたりではマンモスラッシュっていうブームまで起きているらしい。そうか、温暖化がそんなところにまで影響しているのね。ところでマンモスってたくさんいたようだけど、どれくらいの期間地球上にいたの？マンモスは約700万年から600万年前にいたとされているぜ。最初は北アフリカで生まれたようだ。あら、シベリアあたりじゃないのね。そうなんだ。そこから約600万から500万年前に今のアジアゾウとマンモスに進化が分岐したんだ。そこでゾウと進化が分かれたのね。そうだぜ。そして約300万250万年前、マンモスはアフリカからヨーロッパに北上して生息範囲を広げていった。さらにアジアやシベリアを経て、150万年前には北米大陸まで広がったんだ。待って、海とかはどうやって渡ったの？太古はシベリアとアラスカにあるベーリング海峡がなくて地続きだったから、マンモスもそのまま移動できたんだ。ふん。ほとんど世界中にいたのね。日本にはいたの？もちろんだぜ。日本でも北海道とかで化石が発掘されている。やっぱり寒いところなのね。シベリアと北海道は今でも冬になると流氷で繋がるからな。そう考えるとマンモスが日本にいるのも不思議ではないよな。じゃあどうして絶滅したの？原因は未だに不明なんだが、有力な説として氷河期末期の気候変動が挙げられている。ああ、氷河期恐竜も絶滅しちゃったものね。そうなんだ。でもマンモスはどちらかというと、氷河期が終わったことによって地球の気温が上昇したことが絶滅の理由だ。寒いところに住んでいたから、暑くて死んじゃったの？さっきマンモスの胃からはイネ科の植物とスゲがたくさん出てきたって話をしたろ。そうね。あ、餌が関係してるの？そうだ。地球の気温が上がる前のシベリアは乾燥していて、イネ科の植物とスゲがたくさん生える草原地帯だったんだ。それが氷河期と温暖化のあと1年の半分は雪が降り積もる地帯に変わってしまった。イネ科の植物やスゲはそういう地帯に生えないの？ああ、そういう地帯をタイガと言うんだが、タイガでは針葉樹林が多く生えるようになるため、土地の酸性が下がってイネ科の植物やスゲが生えなくなるんだ。なるほど。食べるものがなくなってしまったら絶滅してしまうわね。この時期にはマンモス以外に他の草食動物も同じように絶滅したとされているぜ。そうか、化石が見つかったのもマンモスが絶滅したのも温暖化が原因なんて、なんか運命を感じるわね。温暖化以外にもマンモスが絶滅した有力な説はいくつかあるぜ。そうなの？ああ、人間が狩りすぎたって説だ。やっぱり人間ってマンモスを飼ってたの？もちろんだぜ。今の人間に近い新人類のクロマニョン人なんかが生まれたのは20万年前くらいだ。石器時代も6000年前なんだから、人間はマンモスを飼っていたぜ。そうなんだ、なんとなくアニメとかで見てたけどフィクションだと思っていたわ。フィクションじゃなく本当だ。マンモスを狩る時に使うクロビス石器っていうのがアメリカ大陸で発見されているんだが、その石器が出土する時期と前後してマンモスの数が少なくなっていくそうだぜ。石器でそんな大きな生き物を飼ってたなんてすごいわね。ああ、マンモスはゾウと一緒で一度の妊娠で一匹の子供しか産まないから、狩りには弱い動物だったんだ。そうか、一匹しか増えないんだから、どんどん数は減っていっちゃうわね。アメリカ大陸で死女霊として見ると人類がアメリカ大陸から来て800年ほど経つと、マンモスは人間の狩りで絶滅するそうだ。ならマンモスは人間が狩り尽くしちゃったの？そうでもないんだ。他に有力な説として、伝染病の流行なんかも原因ではないかと言われているし、最近面白い発見があったんだ。うん、面白い説？これがさっき絶滅の時期がブレていた理由だ。これから紹介する発見で、マンモスはもっと長く地球上に生き残っていたんじゃないかっていうのが分かったんだ。わ、そうなのね。シベリアの北東にあるウランゲリ島というところでマンモスの化石が発掘された。その化石は4000年前のものだと分かったんだ。4000年前、もう4大文明が始まっている時じゃない。ああ、最後のマンモスが死んだ時には、ギザのピラミッドは完成していたらしい。すごく最近のことに感じるわ。どうしてその島ではマンモスが生き延びられたの？ウランゲリ島で発掘されたマンモスの骨や歯からコラーゲンを取り出して、他の地域で発掘された絶滅期に近いマンモスと比較したんだ。すると骨の炭素、窒素、硫黄が減少していた。うん、どういうこと？この成分を見ることでマンモスが何を食べていたかわかるんだ。
そこで今度はマンモスが繁栄していた時期と骨の成分を比較してみたら、ほとんど違いがないことがわかった。つまりウランゲリ島のマンモスは他の地域のマンモスが絶滅している時でも、繁栄していた時と変わらないものを食べていたってことね。ああ、ウランゲリ島は氷河期にもその後の温暖化でもほとんど環境が変わらない珍しい場所だったんだ。じゃあなんでウランゲリ島のマンモスは絶滅しちゃったの？それこそ人間が買ったの？研究者たちはウランゲリ島のマンモスが絶滅した理由を探った。すると意外なことがわかったんだ。意外なこと？そう。ウランゲリ島の特別な状態がマンモスを絶滅させることになったんだ。なんで？他に敵もいないし食事もできるしマンモスには快適じゃないの？それが他の地域と隔絶されたことによって、この島のマンモスたちは近親交配をせざるを得なくなった。その近親交配によって、遺伝的にどんどん弱くなってしまい、小さな気候の変化に耐えられなくなってしまったんだ。そうか。確かに同じ島のマンモスだけだったら、どんどん血が濃くなっていってしまうものね。安心できるはずの島が逆にマンモスを絶滅に追い込んだのね。そう思うと皮肉だよな。最後のマンモスがなぜ死んだのかは研究が待たれているが、いずれ判明すると思うぜ。どうだった霊夢？マンモスはすごかっただろ？すごかったは確かにマリサの言う通り、動物最強は象かもしれないわね。近畿大学では H9 博のマンモスの細胞の一部を採取して、クローン技術でマンモスを復活させるプロジェクトがあるそうだぜ。ほんと、もし実現したら、地球上最強の動物はマンモスで決定ね。あっても、どうした霊夢？そのマンモスも私たち人間の祖先が飼ってたのよね。それなら地球最強の動物はやっぱり人間だわ。一番怖いのは人間か。なんだかゾクッとする終わり方だな。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。いやー、世間はすっかり夏休みね。夏休みは宿題にすごい悩まされた記憶があったわ。霊夢は確かに最後まで取っておきそうなタイプだよな。私は毎日コツコツとこなしていたぜ。うるさいわね。最後の数日犠牲にするだけで、それ以外の夏休みを心置きなく楽しむ方が絶対良いわよ。それは人にもよると思うぜ。ところで霊夢、何よマリサ。夏休みの宿題で印象に残っているものってあるかい？それはもう自由研究よ。好きなことをテーマにできたし、あれだけ制約のない宿題なんて他にないわ。そうか。じゃあどういったものを取り扱ったか覚えているかい？確か化石について調べたわね。特に最強の生物ティラノサウルスとか調べたわ。ティラノサウルスが最強か。何よマリサ。じゃあティラノサウルスより前に強かった生物って知っているかい？わからないわ。それじゃ歴史上最初の強者でもあるアノマロカリスの紹介を始めるぜ。アノマロカリス。アノマロカリスは今から約5億2000万年から4億9000万年前の地球に生息していた水生の絶滅動物だぜ。この時代はカンブリア紀と呼ばれており、この時代の生物の平均的な大きさは数ミリから数センチ程度だったんだ。だが、そんな中でアノマロカリスは平均60センチ、確認されている個体では最大で2メートルを超えるものもあるんだ。2メートル、60センチでも圧倒的なのに、そんなに巨大な個体までいたのね。そうなんだぜ。カンブリア紀は、カンブリア大爆発と呼ばれる生物の爆発的な進化が起こり、今までは暗い海底を這うことしかできなかった生物が、ヒレや足を使って海中を自由に移動するようになったんだ。カンブリア紀以前は、水中を漂う有機物を栄養に、生物は生きていたと推測されているんだ。結構運みたいな要素があったのね。そのため弱肉強食といった食物連鎖の概念が誕生したのも、カンブリア紀のことなんだ。そして圧倒的な巨体で、アノマロカリスはカンブリア紀の生態系の頂点に、君臨していたとも言われているぜ。証拠に、化石はカナダやアメリカ、中国、オーストラリアなど世界各地で発見されているんだ。ちなみに、糞の化石も発見されているんだぜ。各地に存在していたのは確かに強者の証かもしれないわね。そんなアノマロカリスだが、最初に発見された時には、今のような姿で想像されていなかったんだ。一体どういうことなの？それじゃ、少しだけ説明するぜ。1892年、カナダのバージェス結岩というカンブリア紀の生物の化石が綺麗に、かつ大量に残っている場所である化石が発見されたんだ。
その化石はエビのような形をしているものの足が生えておらず、また消化管も見当たらなかった。そのために発見者は、奇妙なエビ、を意味する、アノマロカリス、という学名を名付けたんだ。ふむふむ、その後、別の人物によって放射状の円盤らしき化石や、縦長い動物の体らしき化石が発見された。前者はクラゲとして、ベイトや、後者はナマコとして、ラガニア、と名付けられたんだ。しかし、アノマロカリス同様、これらの化石にも奇妙な点があった。ベイトヤには中央に穴が開いており、トゲが並んでいるため、クラゲにしては異様な存在であり、ラガニアの、口と思われる部分にベイトヤの化石が発見されることも多かったんだ。それは気になるわね。こうして数十年も不明確であった、アノマロカリス、ベイトヤ、と、ラガニア、の本質だが、1980年代に行われた研究によって解明され始めたんだ。1980年代初期、古生物学者が、ラガニア、に似た所属不明の化石標本を解析したところ、その先端から一対の、アノマロカリス、と一つの、ベイトヤ、に似た構造が発見されたんだ。そして既存のいくつかの、ラガニア、の化石にも似たような結果を得られており、その先端から、ベイトヤ、と、アノマロカリス、のような、一対の構造が発見されたんだ。こうして、アノマロカリス、ラガニア、と、ベイトヤ、はお互いに、無関係な動物ではなく、それぞれ少なくとも、同じ動物に由来する体の一部であることが判明したんだ。戦隊ものの合体ロボットみたいね。最初に発表された名前が学名として優先されるため、最終的にはエビとは似つかない姿を持った巨大な生物に対して、アノマロカリス、と名付けられたんだ。そんな経緯があったのね。そんなアノマロカリスだが、体は横に平たい形状になっており、胴体部分には13対にもなるヒレのような部位を備えていたんだ。尾に当たる部分にも3対のヒレがあり、これらを器用に動かして水中を自由に、そして高速度で泳いでいたんだ。イメージとしては A や以下のような泳ぎ方だぜ。結構エネルギーを消耗しそうね。そうかもしれないな。そんなわけで、捕食は絶対に失敗が許されなかったんだ。頭部には横に突き出た一対の大きな目があり、下部には丸い円のような口があった。触覚で捕まえた獲物をこの口に運び、逃がすことなく食していたと考えられているぜ。一度捕まったら逃げられないってとても恐ろしいわね。そうだぜ。さらに、アノマロカリスの目は複眼になっていて、一つの目には1万6000個の小さな個眼があることが判明しているんだ。複眼っていうことは、ハエやトンボみたいなことかしら。正解だぜ。アノマロカリスの複眼はトンボに迫る数であったから、非常に優れた視力を持っていたと考えられているんだぜ。また、アノマロカリスの口の構造も独特だったんだ。化石の研究が進むうちに口の中にもう一つ別の口があることが判明したんだ。アノマロカリスの口は二重構造で、内部と外部が交互に開閉する仕組みになっていたんだ。どちらかの口は必ず閉じているということは、常にどちらかの口に捉えられているってことになるわね。そういうことだぜ。コンピューターを使ってアノマロカリスの体の構造を調査したところ、噛む力は現代の捕食生物と比べると非常に弱かったことが導き出されたんだ。そんなことまでわかる現代技術って凄まじいわね。確かにな。この説を裏付けるように、数百にも及ぶアノマロカリスの化石が発見されているにもかかわらず、硬い獲物を噛み砕いたなら当然あるわずの傷跡が見つかったことがなかったんだ。また、胃の内部や糞の化石からも、硬い殻を持った生物の痕跡が発見されていないんだぜ。それは結構有力な説かもしれないわね。これらのことからアノマロカリスは脱皮直後の柔らかい三葉虫や、硬い外殻を持たない生物を主食にしていた可能性が高いと言われているんだぜ。それでも、魚体と逃れられない二重構造の口を持つアノマロカリスが当時の海において、強力な存在であったことは変わりないんだぜ。ただ、少女必須はこの世の理なんだ。あらら。確かに現代まで生き残っていないものね。生態系に弱肉強食という概念が初めて生まれたカンブリア紀において、その頂点に君臨していたアノマロカリスだが、その次のオルドビス紀
約4億8000万年から4億3000万年前には滅んでしまったと言われているんだ。でも、一体どうして滅んでしまったのかしら。霊夢は、なぜ恐竜が絶滅したのか知ってるかい？確か隕石が衝突したとか、大きな火山が噴火して、火山灰に覆われたからとかだったような気がしたわ。確かにそうだな。それらは全て仮説であって、どれかだと断定はできていないものの、これらに共通することがあるんだ。それは、環境の激変なんだぜ。環境変化ね。ただ、カンブリア紀からオルドビス紀にかけて環境の激変は起こっていないんだ。じゃあ一体、実のところ、はっきりとは判明していないんだ。ただ、近年ではある仮説が支持されているんだ。それはとても気になるわ。ガンマ線バーストが原因とする仮説なんだぜ。ガンマ線バースト、巨大な恒星が寿命を迎える際、超大規模の爆発を起こし、その後、ブラックホールが形成されるんだ。その過程で生命に有害なガンマ線を大量に噴出する、自然現象が発生することが判明しているんだ。これが、ガンマ線バースト、と呼ばれる現象なんだ。非常に恐ろしい現象ね。そうだな。このガンマ線バーストにより、大量のガンマ線が地球に向かって放出されたんだ。ガンマ線はたった数秒しか地上に降り注がないものの、その一瞬で全生物種の 85% を絶滅させたなんて言われているんだ。そしてそれにアノマロカリスも巻き込まれ絶滅したという説が有力ではあるんだ。宇宙規模の活動からすると、生命体って本当にちっぽけな存在なのね。そうだな。そう考えると、私たちの悩みとかって本当に小さなものなのかもしれないな。以上がアノマロカリスについての説明だぜ。最初に発見されてから100年程度しか経っていないため、まだまだ不明なところがたくさんあるんだ。そのため、研究を重ねるにつれてアノマロカリスの姿は少しずつ変化しているところもあるんだぜ。そうなのね。実際、同時期に生息していた、ハルキゲニア、と呼ばれる種は、時代によってその復元図が大きく変わっているんだぜ。これも調べてみたら面白いかもしれないぜ。そんな生物もいるのね。太古の昔の生物ってロマンが詰まっているわ。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。今回はデボン紀に大繁栄した当時最強の魚類、ダンクルオステウスを紹介するぜ。なんだか名前からして強そうだけど、聞いたことないわね。まあ、どうしても最強の魚類となるとメガロドンなどをイメージする場合があるからな。ただ、このダンクルオステウスはメガロドンよりもはるか昔の生態系の王者だったんだぜ。あら、そうなのね。細かく言うと、古生代デボン紀後期に生息し、その後の石炭紀前期には絶滅しているんだ。全長は6メートルから10メートルと、この時代で最大にして最強の捕食生物だったんだぜ。最大で10メートルもあったの？そうだぜ。その大きな体と、強力なある能力を駆使して当時最強の強さを誇ったんだ。強力な能力ってとても気になるわね。そこも後で紹介するぜ。それじゃ、そんなダンクルオステウスの紹介を始めるぜ。お願いね。ダンクルオステウスは、今から約3億8200万年前から3億5800万年前の古生代デボン紀後期に生息していたバンピ類の属の一つなんだ。現在、ダンクルオステウス属は10種ほど発見されているんだ。バンピ類？古生代デボン紀に世界中の海域で繁栄した原始的な魚類の一群なんだぜ。原始的な魚ってことなのね。そうだぜ。そんなダンクルオステウスの化石は北アメリカ大陸やヨーロッパ、および北アフリカで発見されているんだ。ただ、これらの化石にも興味深い事実があるんだぜ。一体どういうことかしら？その前に、簡単にこのダンクルオステウスの特徴を紹介するぜ。ダンクルオステウスの頭部及び腱体付近は甲冑のように硬く重い装甲板で覆われていたんだ。これらは互いに重なり合っていたものの、ある程度の可動域があったらしいぜ。魚で装甲板ってイメージが湧かないわね。まあ、遥か昔の魚だから、今いる魚と違ってても当然だぜ。で、その甲冑のような装甲板がダンクルオステウスの化石にまつわる事実に大きく影響しているんだ。気になるわね。身体の前半部分は重厚な装甲板を持っていたために、化石として残りやすく、発見例が多いんだ。特に、前額部のみがよく保存されている傾向があるんだぜ。ちなみに、ダンクルオステウスの頭骨なんだが日本では東京の国立科学博物館で見ることができるんだぜ。あら、そうなのね。今度見てみようかしら。
それと、前半部分は化石として残りやすいってことはつまり、後半部分は全然発見されていないってことかしら？その通りだぜ。つまり、ダンクルオステウスの姿形がどのようなものであったのかを現時点では正確には知ることができないんだ。そのため、化石として残っていないビブ島の部分の復元については、基本的に他の褐虫魚に基づいて行われているんだぜ。あらら、そうなのね。ところで褐虫魚って何かしら？褐虫魚もまた、一種の原始的な魚群類の総称なんだぜ。現生の魚類と比較すると体表がやや骨格化していて、特に頭部は硬い骨板で覆われており、その特徴が褐虫魚と呼ばれる理由にもなっているんだ。ただ、ダンクルオステウスとは違い、多くの褐虫魚の体長はおよそ15センチから30センチだったらしいぜ。それと、もう一つ大きな違いがあったんだ。大きな違い？褐虫魚には絶滅した無顎類も含まれるのだが、ダンクルオステウスは強靭な顎を備えていたんだ。そして、その顎がダンクルオステウスの強さの秘訣だったんだぜ。さっき言ってた強力な能力のことかしら？その通りだぜ。ダンクルオステウスの顎は今の動物のような歯は持っていなかったものの、歯の代わりにプレート状に発達した顎の骨が歯の役割を果たしていたんだ。この骨は獲物を噛みちぎるには十分な威力を持っていたと思われ、これを用いて他の大型魚類を捕食していたと考えられているんだぜ。2007年、アメリカのシカゴ大学ではダンクルオステウスの噛む力をコンピュータ分析したところ、口の先端部でおよそ4400ニュートン以上、口の奥ではおよそ5300ニュートン以上の力を出していたことが明らかになったんだ。それってどのくらいの力なのかしら？動物の噛む力のことを光合力と言って、それを示す際に重量キログラム、キログラムフォースという単位がよく用いられるんだ。人間の場合は約40キログラムフォースから60キログラムフォース、凶暴なサメとして知られているホホジロザメの場合は前歯が約165キログラムフォースで口の奥は約320キログラムフォースなのだが、ダンクルオステウスの場合は口の先端部が約450キログラムフォース以上、そして口の奥に関しては約540キログラムフォース以上とされているんだぜ。強力な顎の力を持つとされているアリゲーターでさえ約408キログラムフォースだから、相当強力だったんだぜ。とても恐ろしいわ。もし現生していたらと考えたら海なんか入れないわね。そうだな。その強靭な顎の力を使って、ダンクルオステウスは魚類の他にもエビやカニの仲間である節足動物や貝類も獲物にした獰猛な捕食者とされているんだぜ。時には共食いもしていたなんてされているんだ。ただ、プレート上の骨は獲物を噛みちぎるのには適していたものの、歯がなかったために咀嚼することができなかったんだ。そのため、食べたいものは咀嚼せずに丸飲みし、消化できなかった骨などは口から吐き出していたみたいなんだ。実際、こうした吐瀉物の痕跡もいくつか発見されているみたいだぜ。歯がないと、噛みちぎれても咀嚼ができないのね。また、この時代に同じく繁栄していた魚類として、背中にトゲを持っていた棘魚類という魚類もいたんだ。獰猛なダンクルオステウスは当然これらも捕食していたんだけど、中にはそうしたトゲが口蓋に刺さり喉を詰まらせて死んだ化石も発見されているんだ。獲物に殺されるなんてこともあったのね。そうなんだぜ。ちなみに、この棘魚類なんだが、デボン紀には主に淡水域を中心に栄えていたんだ。え、ということはもしかして、そう、ダンクルオステウスは海水域だけでなく、淡水域にも進出できた可能性もあったんだ。うわぁ、川にいても襲われるのか。あくまで可能性の話だけどな。ただ、もしそうだったら海洋生物に限らず、この時代のあらゆる水生生物の脅威だったんだ。圧倒的な巨体と強力な光合力で、デボン紀の生態系の頂点に君臨していたんだぜ。ただ、そんなダンクルオステウスにも弱点があったんだ。え、本当に私でもダンクルオステウスを倒せるんですか？倒せるかどうかはわからないが、この弱点を把握していればダンクルオステウスから逃げることはできると思うぜ。ダンクルオステウスの特徴とも言える、甲冑のような装甲板が鍵を握るんだ。あら、そうなの？一体どんな弱点なのかしら？この甲冑ゆえに、遊泳力が乏しかったと考えられているんだ。なるほどね。魚なのに泳ぐのが苦手、って大丈夫なのかしら？当時は、特に問題にならなかったんだ。何か含みのある言い方ね。それについてもすぐにわかるはずだぜ。また、ダンクルオステウスは浮き袋も持たなかったため、重い甲冑もあって遊泳スピードは遅く、ゆっくりとした泳ぎしかできなかったんだぜ。それでも、当時の海には早く泳ぐ動物が存在しなかったから、生態系の頂点に君臨していたんだ。なるほどね。じゃあ、早く泳ぐ動物が出てきたら。そう、いくら強力な光合力があろうとも、獲物を捕らえられなきゃ意味がないんだ。
そして、原生魚類を見たらわかると思うが、この後は進化の過程で、魚には重い甲冑はそぐわないとして消失しているんだ。この弱点を克服できなかったダンクルオステウスは、後の時代、石炭紀前期には他の要因もあって絶滅してしまったんだ。そうだったのね。ここからは、そんな最強を誇っていたダンクルオステウスの絶滅までの道のりについて紹介していくぜ。まず、今から約3億7200万年前のデボン紀後期にある出来事が起こったんだ。これが、ダンクルオステウス絶滅の大きな理由とされているんだぜ。一体何かしら？この時、FF 境界絶滅事変と呼ばれる大量絶滅が発生したんだ。ちなみに、この FF 境界という名称は、地質年代のデボン紀後期にあったもっと細かい時代である。フラニアンとファメニアンの間で起こったため、両時代の頭文字が由来となっているんだ。大量絶滅となると、問答無用で巻き込まれてしまうわね。そうなんだぜ。FF 境界絶滅事変は未だに不明なことが多いのだが、何らかの原因で地球規模の寒冷化と海洋無酸素化が起きたとされているんだぜ。原因として大規模な氷河の発達による説や、温室効果ガスである二酸化炭素の氷河激変した説、隕石衝突説など様々な説があるものの、どれも証拠不十分なんだ。無酸素？考えたくもないわ。そうだな。呼吸できないなんて相当苦しいはずだぜ。これによって海洋生物の 82%、ダンクルオステウスを含むバンピ類派約 65% が絶滅してしまったんだ。そんなになの？ほとんど生き残ってないじゃない。そうだぜ。こうした大量絶滅が発生した場合、生態系の頂点に近ければ近いほど滅びやすいと言われているんだ。それでも、一部のダンクルオステウスは多くの仲間を失ったものの生き残ることができたんだ。しかし、なんとか生き残ったダンクルオステウスにさらなる苦難が襲いかかるんだぜ。生き残れても大変なのね。そう、絶滅に巻き込まれたのはダンクルオステウスだけじゃなかったんだ。海洋生物に至っては 82% が絶滅したんだぜ。つまり、今までダンクルオステウスが捕食していた対象のほとんどが絶滅したことになるんだ。そうだったわね。自身がなんとか生き残れても、他も相当やられていたことを忘れていたわ。そうなんだぜ。加えて、ダンクルオステウスは体が大きかったため、それを維持するのには相当な食料が必要だったんだ。獲物がいなくなった海では獲物を探すのにも一苦労な上に、必要な栄養素を取ることができなかったと考えられているんだぜ。生態系の頂点に近ければ近いほど滅びやすいというのは、このように獲物が激減したことによって、食料確保が困難になるというのもあるんだぜ。なるほどね。さらに、そんな大規模な食糧難に襲われていたダンクルオステウスに、最悪な出来事が起こってしまったんだ。まだあるの？そうだぜ。同じ海の捕食者としてのポジションに、新たな動物が現れてしまったんだ。ライバルの出現ね。しかもそのライバルはとてつもなく高スペックだったんだ。何せサメの祖先だったわけだから、ダンクルオステウスよりも早く機敏に泳ぐことができる、抜群の機動力を備えていたんだぜ。サメだったのね。確かに素早そうだわ。数少ない獲物は自分よりも機敏に泳ぐサメに奪われた上、大量絶滅をなんとか乗り越えた捕食対象側も、サメのような機敏に泳ぐ捕食者に襲われないよう、自らも高い遊泳力を備える形に進化していったため、結果としてダンクルオステウスから逃れることが容易になっていったんだ。こうして、ダンクルオステウスは時代の変化に取り残されてしまい、石炭紀前期には絶滅へと導かれてしまったんだ。あらら少女必須、溺れるものも久しからず、ってところかしら。そうだな。もし、途中で機動力を重視する形に進化できていたら、ある程度は生き残れたのかもしれないな。ちなみに、バンピ類もこの石炭紀前期に完全に絶滅しているんだ。そうだったのね。以上がダンクルオステウスの紹介だぜ。ちなみにダンクルオステウスはまだまだ謎の多い古代魚ではあるものの、最近の研究では面白い仮説が提唱されているんだ。あら、そうなの？そうだぜ。例えば、まだ根拠や証拠が足りないものの、ダンクルオステウスを含むバンピ類が人間の直系の祖先とされている説が提唱されたんだ。人間を含む陸生脊椎動物は甲骨魚類の仲間から進化し、その甲骨魚類がバンピ類から進化したのではないかという説なんだぜ。現在は身体の多くが軟骨でできているため、ダンクルオステウスは軟骨魚類のサメ類の近縁とされているが、もしかしたらそれが大きく変わるかもしれないんだぜ。あのサメの近縁ってのも何か面白い話ね。そうだな。
他にも、ダンクルオステウスは脊椎動物で初めて体内受精に成功していたのではないか、なんて言われているんだ。というのも、同じヴァンピルイのマテルプスキスが体内受精に成功し、へその緒を持っていたことから、同じ分類のダンクルオステウスもできていたのではないかとされているんだぜ。しかし、これも決定的な証拠がまだ見つかっていないんだ。もしかしたら、あまり残っていない後半部分の化石とともに証拠が見つかるかもしれないぜ。そう考えると今後の研究に期待したいわね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサ。マリサが思う史上最強の海の生物って何？どうしたんだ、急に。絶滅してしまった生物でもいいならいるぜ。それはメガロドンだ。やっぱり、太古に生息していたすごく大きくて凶暴なサメでしょ。テレビでもそう言っていたから、やっぱりそうなのかな。メガロドンに勝てそうな海の生物っていないの？ん？どうだろうな。ただメガロドンが圧倒的すぎるんだ。最大15センチメートル近くある歯から推測するに、体長は最大20メートル。噛む力はあの地上最強と謳われているティラノサウルスの約6000キログラムを大幅に超える。約1万1000キログラムから1万9000キログラムと言われているんだぜ。ちなみに今から約2300万年前から360万年前に生息していたと考えられているんだ。へえ、まさに海のギャングね。どんな生物も太刀打ちできないじゃない。やっぱりメガロドンが最強なのね。いや、対抗できる生物はいるぜ。生息していた時代は違うかもしれないが、メガロドンと同じように恐れられた海の生物がいるぜ。それじゃあ、今日はメガロドンより恐ろしい海の生き物8000を紹介していこうかな。ドキドキ、どんな生き物が出てくるかしら。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず紹介するのはパラヘリコプリオンだぜ。この生物は今から約2億9900万年前から2億5100万年前に生息していたと考えられているぜ。パラヘリコプター？聞いたことないわね。パラヘリコプリオンだ。この生物はロシアの地質から化石が見つかっているのだが、歯の化石しか見つかっていないため、全体の姿は想像になってるのだが、こんな生物だったと考えられている。え？下の口がぐるぐる巻きになってるよ。そうだ。見つかった化石は渦巻き状になっており、通常のサメとは違い歯が抜け落ちない仕様になっているんだ。さらに一つの歯の最大の大きさは、先端が欠けた状態で25センチあったんだぜ。これは頭部、または歯の実が異常に大きい生物でない限り、最低でも30メートルはあると研究者たちの間では考えられているぜ。30メートルなんて下手したらクジラよりも大きいじゃない。というか見た目が衝撃的すぎだわ。情報量が少なすぎて未だ正体は謎のままだが、もしこの生物が過去に実在していたとすると、メガロドンに匹敵するくらいの最強の生物だった可能性があるぜ。ロマンのある話だが、これに関しては新しい化石が見つかって、いつかその正体がわかればいいんだがな。ロマンっていうか、過去にこんな生物がいたって思うと恐怖でしかないよ。次に紹介するのは、バシロサウルスだ。イングランドやパキスタン、エジプトで化石が見つかっていて、約4000万年前から3000万年前の新生代新生後期の頂点捕食者だったんだぜ。クジラの原型とされているが、肉食で海蛇のような体型をしており、全長は15メートルから18メートルだったと考えられていて、その口には凶暴な牙が40本蓄えられているぜ。なんだか、爬虫類の顔つきでいかにも凶暴な感じがするわね。大きさもとんでもないし。そうだな。クジラ類に分類はされるが、小さな格子を備えていて、陸にいた頃の名残があるんだ。だから海で泳ぐ爬虫類って感じだな。ちなみに泳ぐのはあまり得意じゃなく、暖かい深海を中心に生息していたと考えられているんだぜ。ちなみにどんなものを食べていたの？主に魚類、イカなどの頭足類、小型の海生哺乳類などだな。ある一頭のバシロサウルスの化石からは、13種類の魚や最大1メートルのもなるサメを捕食していたことも明らかになっているぜ。また、バシロサウルスの歯型と思われる跡があった。体長5メートルほどのドルドンの子供の化石も見つかっているんだ。なるほど。さすがその時代の頂点捕食者だな。あの口で噛まれたらひとたまりもないだろうね。クワバラクワバラ。そうだな。ただ泳ぐのがあまり得意でなかったということと、脳の容量が少ないことから今のクジラのように社会的な行動はできなかったと考えられているぜ。だから強さで言えば、メガロドンに軍配が上がるかもな。次にモササウルスホフマニを紹介するぜ。
モササウルスは中生代白亜紀後期の世界各国の海に生息していた海生爬虫類で、モササウルスホフマニはその中でも最大種で全長は17ムにもなったと言われているんだ。今からおよそ7900万年前から6600万年前に生息していて、当時の頂点捕食者だったと考えられているぜ。さっきのバシロサウルスに似ている気がするけど、モササウルスは爬虫類だもんね。全体的にワニに似ている感じがあるわ。そうだな。ホフマニはこの太くて幅の広い尾びれを使うことで、遊泳能力にも秀でていたんだぜ。ちなみに爬虫類だから卵生になるんだが、モササウルスの場合は体内で卵を孵化させて成長した姿で、出産する卵胎生であったことが明らかになっているんだ。この特徴が種の繁栄にもつながっているわけだな。なるほど。卵の状態だと自分の身は自分で守れないものね。また、モササウルスは第三の目と言われる、消化眼を持っていたんだぜ。消化眼？どういう目なの？今のトカゲも実は持っているのだが、光を感知する器官のことだぜ。モササウルスはその目のおかげで光と影を感じることができたから、獲物を瞬時に見つけ、高速で水中を泳ぎ、頑丈な骨格と強靭な歯で硬い生物を噛み砕くことができたんだ。まさに敵なしじゃない。ちなみにどんなものを食べていたの？主にイカやサメ、アンモナイトやウミガメなどの海生爬虫類、その他の大型海洋生物を食べていたと考えられているぜ。こうやって食物連鎖の頂点に立っていたわけだが、海洋生物に飽き足らず、他の生態系上位の生物も捕食していたんだ。その凶暴な性格だから常に大型生物と激しい戦いがあり、仲間同士でも常に縄張り争いや、メスの奪い合いがあったそうだ。今まで聞いた中で、一番最強の生物かもしれないわね。でもそんなに強いなら天敵もいなさそうだし、どうして絶滅してしまったの？ああ、それには諸説があるんだが、最も有力なのは隕石の衝突だぜ。モササウルスホフマニは間違いなく頂点捕食者として君臨していて、天敵という天敵はいなかったと考えられているんだ。ただ、隕石の衝突により、粉塵が大気中に舞い上がり、太陽光を遮断することによって地球に寒冷気をもたらし、海中の植物性プランクトンが減少、伴って草食動物の減少と続きモササウルスのような肉食動物は食料を失ったことで、絶滅したんじゃないかと言われているんだぜ。さすがのモササウルスも環境の急激な変化には耐えられなかったってことだな。続いて紹介するのは、サルコスクスだぜ。アフリカニジェールにあるサハラ砂漠とテネレ砂漠で発見され、1966年にサルコスクスインペラトルと名付けられたんだ。ちなみに意味は肉を食べるワニの皇帝だぜ。ただ当時は3本の歯と背中の鱗の化石が何枚か見つかっただけで、後に1997年と2000年に骨格のおよそ半分に当たる化石が発見されたんだ。見た目は完全にワニね。どれくらいの大きさだったの？大きさは平均12メートルほどだったと推測されているぜ。体重は8トンだ。ちなみに今のワニの最大種はイリエワニの7メートルだからおよそ2倍近くあったと考えられているんだ。ま、マジか。7メートルでも十分化け物なのに、その倍ほどあるとか怖すぎ。ちなみに生息していた時代が、1億4500万年前から6600万年前の白亜紀前期とされていて、当時のサハラ砂漠やテネレ砂漠はオアシスで、さらに気候が熱帯や亜熱帯という暮らしやすい環境だったそうだぜ。あとワニだから今のワニの暮らしぶりとあまり変わらないそうだぜ。多数の恐竜も生息していたが、それらの恐竜でさえ捕食対象となっていたそうだぞ。さすが、史上最大級のワニね。恐竜でさえも相手にしてしまうなんて。っていうか一つびっくりしたのが、そんな昔から大きさは変われど同じ姿形のまま今も生きているのね。なんだか不思議な気分になるわ。お、霊夢もそう思うか？それが生命の神秘的な部分だし。実は今も生きているんじゃっていうロマンに繋がるんだぜ。なるほど。ちょっと気持ちがわかったような気がしたわ。続いて紹介するのは現存している巨大なイカであるダイオウイカだぜ。世界最大級の無脊椎動物であり、頭足類で、ヨーロッパの UMA であるクラーケンの正体でも知られているぜ。これは有名ね。日本でもたまに発見されるよね。そうだな。ただ日本で発見された個体は最大でも 6.5 メートルだが、最大でも18メートルを超えるものもいるらしいぜ。そんなダイオウイカは直径30センチメートルにもなる巨大な目を備えており、深海の中でもごくわずかな光を捉えて獲物を探すんだ。ちなみに、獲物はタイやホキといった魚や、赤イカだということが胃の内容物から明らかになっているぜ。今までで一番可愛い獲物だけど、18メートルなんてイカがいるとしたら、船に乗りたくなくなるわね。
またマッコウクジラの胃の中からダイオウイカの痕跡が多く発見されることから、天敵はマッコウクジラだと考えられているぜ。そのマッコウクジラの頭部の皮膚からは、ダイオウイカの吸盤の跡や、ノコギリ状の円形の歯型がついていたりすることからダイオウイカは抵抗したり、逆に襲いかかったりすることもあるそうだな。まさに巨大生物同士の争いね。まあダイオウイカに関してもまだ生態は謎だらけだ。早く研究が進むんでほしいものだぜ。次に紹介するのは先ほど紹介したダイオウイカの天敵であるマッコウクジラだぜ。体長は最大で18メートルにもなり、主な餌はダイオウイカや大型のタコで、1日に1トンものイカを捕食するぜ。シャチやホオジロザメと並んで、海洋生態系の頂点に君臨しているぜ。なんといっても大きな頭が特徴的よね。そうだな。この頭が全長の約3分の1を占めているのだが、この中には脳じゃなく脳油と呼ばれる脂肪が蓄えられているんだ。マッコウクジラはこの脳油を使ってエコーロケーションを行い、獲物の位置を特定して狩りを行うと考えられているんだぜ。なんだか必殺技名みたいね。まあ、あながち間違っちゃいないぞ。エコーロケーションは反響定位とも呼ばれ、小刻みに音を発することによりその反響をもとに物体がある場所や形、材質なんかを判断する能力なんだ。脳油は音をよく伝える性質があるからこそできるマッコウクジラの必殺技ってわけだな。ちなみに他にも必殺技があって、脳油をレンズのように使って超音波を発生させ、他の生物を麻痺させて狩りをしていると考えられているんだぜ。すごいわね。その必殺技を使ってダイオウイカも仕留めるわけね。マッコウクジラの印象がなんだか変わったわ。しかも社会性があり、頭もいいから天敵であるシャチもなかなか手が出せないんだ。メスが襲われている間にオスの群れが助けに入ったりするそうだから、シャチにとっても狩りが難しいみたいだぜ。海のギャングでも手が出せないとなると、現在の海洋生物の頂点に立っていると言っても過言じゃないんだぜ。クジラだと思って侮っていたわ。これからは認識を改めなきゃね。続いて紹介するのは、リビアタンメルビレイだぜ。ペルー南部で見つかった化石から推測するに、大型の肉食クジラと考えられたんだ。さっき紹介したマッコウクジラと同じってこと？姿は似ているのだが、マッコウクジラより獰猛だったと考えられているぜ。その見つかった化石だが、頭のみで3メートルあり巨大な30センチメートルほどの歯が、上顎と下顎に並んでいたんだ。マッコウクジラのような肉食のクジラ、ハクジラは下顎にしか歯が並んでいないんだ。つまり見つかった化石のクジラは、マッコウクジラの原型でありさらに肉食性の強いことがわかったんだぜ。生息した年代は1200万年から1300万年前だと考えられているが、これはメガロドンが生息していたと考えられる年代と被っているぜ。つまり、同じ時代に最強の捕食者が揃っていたってわけね。なんだか漫画みたいな展開じゃない。それでどっちの方が強かったのかしら？まあ、熱いライバル対決になるのかな？リビアタンは体長が13メートルから17メートルと考えられていて、これもちょうどメガロドンくらいの大きさなんだ。ただ結論から言うと、リビアタンの方が有利だったことがわかっているぜ。それはどうしてなの？それはリビアタンが哺乳類であることと、知能がメガロドンよりも高いからだな。生物として魚より哺乳類の方が基本的なスペックは高いんだ。メガロドンの絶滅はシャチの競合に敗れたことが考えられているから、おそらくリビアタンの方が強かった可能性が高いな。海の覇者同士の戦いね。どちらが強くてもワクワクするわね。そうだな。ただリビアタンは化石の発見例も少なく、まだまだ謎の部分が多いの存在ではあるから、メガロドンにも勝機はあるってもんだな。今後の研究に期待だぜ。最後に紹介するのはブループと呼ばれる、1997年にアメリカ海洋大気庁によって発見された水中マイクに捉えられた音のことだ。この音が不可解だってことで話題になったんだぜ。ほうほう、どんな音だったんだ？それが爆発や潜水艦などによる人工音とも思えないし、南極の氷が崩落した時の音の可能性もあるのだが、どちらかというと生物が発生させる音に近いという結論に至ったんだ。またとても強い音を発生させる、シロナガスクジラが出した音よりも、ブループの音の方が強いことから、海中に潜む超巨大生物化の可能性もあるってことなんだぜ。またロマンに溢れる話ね。少し怖いけど、私たちがまだ見たことがない超巨大生物が、海のどこかに潜んでるかもしれないってことだもんね。そういうことだな。結局この音については未だに正体がわかっていないが、研究者によって原因解明中なんだ。
いつかわかる日を楽しみにしていようぜ。っていうわけで、今日は、メガロドンより恐ろしい海の動物8000を紹介したぜ。霊夢はどうだった？メガロドンが最強だと思ってたけど、もっとヤバい生物がいたかもしれないのね。これって、絶滅してるってなってる生物もいたけど、実際今もいるかもしれないのよね。ああ、そうだな。可能性は0ではないぜ。海のほとんどがまだ解明されていない状況だ。どれだけ大きな生物だろうと、見つけるのは砂漠の中で小さな瓶を探すのと同じと言われているぜ。だからそこにロマンを感じるんだな。確かに、めちゃくちゃ怖い生物ばっかだったけど、今もいるかもしれないって思うとちょっとワクワクするわね。ああ、ただ船で旅行中に絶対に遭遇したくないけどな。うん、そうね。私これからは船に絶対に乗らないことにしてるから、完全にビビってしまってるな。よしよし可愛いわねー。おっ霊夢、何してるんだ？マリサうちの神社に住んでる猫が子猫を産んだのよ。子猫はやっぱり可愛いな。でも霊夢、野良猫に餌をやるときは TNR が基本だぜ。NTR？ それってネト。違うぜ TNR だ。捕まえるトラップ TRAP、 不妊手術するニューター NEUTER、 元に戻すリターン RETURN ってことだ。なるほど、確かに不幸な猫ちゃんを増やすのは良くないわね。うちの神社でも取り組むわ。猫が可愛いと思うなら、必ず強制できるようにしてやらないとな。でも猫ちゃんも、勝手に避妊去勢されちゃうのはかわいそうね。そんなこともないぜ。避妊去勢には性格を穏やかにする効果もあるからな。猫は人間を襲ってこないじゃない。そんなに危険じゃないわよ。甘いな霊夢。猫が大型犬くらいの大きさになったら、とてもじゃないが人間には飼えなくなるぜ。あ、でもトラとかライオンはとても飼える気はしないわね。一応飼えるんだ。性格も人懐っこくできる。ただな。ただ、じゃれて噛まれたり、引っかかれたりするだけで人間は大怪我しちまう。危険だわ。牙や爪が凶器になるのね。牙といえば昔サーベルタイガーっていたわよね。ああ、牙の大きい猫科の動物だな。残念ながら絶滅したが。そうそう。じゃあサーベルタイガーなんて絶対飼えないわね。あの牙にやられたらひとたまりもないもの。昔のアニメとかではペットにしてたりするよな。確かに現実的ではないな。でも霊夢はもしかしてサーベルタイガーを過大評価してるかもしれないぜ。そうなの？ああ、なら今日はサーベルタイガーの謎について見ていこうか。よろしく頼むわ。それじゃあゆっくりしていってね。サーベルタイガーは、約300万から10万年前に生息していた猫科の肉食獣だ。和名では犬歯科と呼ばれている種もあるぜ。上下の牙がすごいわね。そうだな。やっぱりサーベルタイガーといえば、この牙を思い出すよな。大きさはどのくらいだったの？サーベルタイガーの大きさは種によって違うんだが、スミロドンという種で体長 2.1 メートル、最大種のマカイロブスは 2.5 メートルほどあったらしい。体重は 270kg まで大きくなったらしいからとんでもないよな。現在のトラってどれくらいの大きさだっけ？世界最大のアムールトラが体長 2.5 メートル、体重が 250kg ほどだ。ならアムールトラの大きさとほぼ同じなのね。あの牙はどれくらいの大きさだったの？発見された化石などを見てると、最大で25センチあったらしい。1リットルのペットボトルの高さくらいだな。あとは週刊少年ジャンプを縦にした時くらいの長さだ。とんでもない長さじゃないの。噛まれた時のことは考えたくないわね。そこでだ霊夢、サーベルタイガーってどうやって餌を取っていたと思う？そりゃあ、今のトラと同じようにしてたんじゃないの。背後からガブーッと噛みついたりして。ところが最近の研究で、サーベルタイガーの狩りの様子が今までの想像とは違うと分かってきたんだ。どう違うの？その前にサーベルタイガーにはたくさんの種がいた。生息していた分布も違うから種によってちょっと特徴が違うんだ。ここではサーベルタイガーの中でもスミロドンという種類にスポットを当てるぜ。そんなに特徴が違うの？だいぶ違うな。サーベルタイガーと呼ばれている生き物は、約2300万年前の中新世前期から、約1万1000年前の氷河期の終わり頃までいたんだ。それぞれの進化を遂げたものもたくさんいる。でもどのサーベルタイガーも、あの大きな牙を持ってるんじゃないの？いや、種類によっては顎の中に歯が収まるほど、牙が発達しなかった種類もいたぜ。そうなのね。ならスミロドンはとりあえず、想像しやすいサーベルタイガーと思っておけばいいのね。それでスミロドンはどんな狩りをしていたの？スミロドンの化石を調べてみると、怪我をした後に治癒したものが見つかっているんだ。怪我をしたら治るのは普通じゃない？霊夢、トラって単独で狩りをするイメージはないか？そうね、ライオンとかは集団で狩りをするイメージがあるけど、トラは孤独なハンターのイメージがあるわ。
単独で狩りをしているなら、もし怪我をしたらどうなる？あ、そのまま衰弱して死んじゃうはずよね。そうだ。怪我が治癒したっていうことは、怪我をしている間餌を運んでくれる仲間がいたってことだ。そうか。ならスミロドンは集団で狩りをしていたってこと？そうらしい。さらにあんまり速く走れなかったそうだ。確かに今のトラと同じ大きさと思ったら、そんなに速く走れそうにはないわね。そうだろ。だからライオンのように集団で狩りをして、なるべく狩りの成功率を上げていたんだ。でも必殺の牙があるじゃない、あの牙があれば、今生きているトラより強いんじゃないの？って思うだろ。実は違うんだな。どういうこと？牙を使わないとか？いや、牙は使ったよ。ただ私たちが想像しているほど、強いものではなかったんだ。折れやすいとか？それに近いな。サーベルタイガーの牙は確かに鋭かったんだが、噛む力が弱かったんだ。これは最近の研究でわかったんだぞ。どうやって調べたの？化石には肉なんて残ってないじゃない。頭蓋骨の化石を CT スキャンして骨格モデルを作り、そこからシミュレーションソフトにかけて骨の強度を調べていったんだ。最近はそんなことができるの？そこで調べてみたら、スミロドンはおよそ120度まで口を開けることができたことがわかったんだ。120度すごい角度ね。確かにそれくらい大きく口を開けないと、牙が食い込みそうにないわ。しかしその反面、顎と首の周りの筋肉が少ないということがわかった。ふんふん。じゃあどうやって牙を使っていたの？どちらかというと噛み砕くのではなく、口を大きく開けて、獲物の急所に牙を刺してとどめを刺していたようだ。今の虎みたいに肉を引きちぎる感じではなくて、牙で刺して弱らせていくという感じかしら？そうだな。さっき足は速くないと言ったが、その代わり前足の筋肉は発達していた。だから牙を刺して、前足でぐっと押さえ込んでいた感じだ。なるほど。そうなると一撃が大事になるから、集団で狩りをしていたのかもしれないわね。さらに顎の力が強くないから、今の猫科の動物のように、骨ごと砕いて肉を食べる感じではなくて、できるだけ柔らかい部分を狙っていたとも言われているぜ。血管とかを狙って、どんどん弱らせる感じね。ますます集団じゃないと狩りが難しそうだわ。ちなみに霊夢はサーベルタイガーって何を食べていたと思う？やっぱり牛とか馬みたいな草食動物じゃないの？あ、氷河期まで生きていたんなら、マンモスとか。マンモス対サーベルタイガーとか図鑑で見たわよ。ところがこのスミロドンは、さっき言ったように、そんなに狩りが得意ではなかった。あ、そうか。じゃあ何を食べていたの？そもそもスミロドンは、森の中に生息していたと言われているんだ。だから森の中にいる鹿や小型の草食動物を食べていたらしい。じゃあマンモスは？マンモスは狩りの標的になったらしいぞ。よかった、子供の頃の夢が守られたわ。マンモスは大きくて動きが鈍いからな。集団で狩りをするスミロドンには、うってつけの生き物だったんじゃないか？どちらにしろ、図鑑で見たようなバトルではなさそうね。なんだかイメージとは違うわ。他にも牙が発達しすぎているから、柔らかい肉や内臓しか食べないっていう説や、獲物の血を吸っていたとか、死肉を食べていたなんて説もあるぜ。実際はどうなの？スミロドンの骨を調べると、狩りの時についたと思われる傷が見つかっているから、死肉を食べる説は否定されている。あくまでも生きている獲物を狙っていたということね。ところで霊夢、ここまで話してきてなんだけど、サーベルタイガーは虎じゃないぞ。タイガーって言うんだから、今の虎の祖先なんじゃないの？それが違うんだな。化石の DNA を調べてみると、どうやら虎よりは猫に近い生き物だということが分かってきた。猫と虎って同じなんじゃないの？違うぜ。猫科としては同じだが、そこから猫科は2種類の科に分かれるんだ。サーベルタイガーはどうなるの？猫科はライオンやトラを含む氷亜科と、家猫系統の猫亜科に分かれるんだが、サーベルタイガーはその中間に当たるんだ。そして限りなく猫亜科に近い。家猫？じゃあサーベルタイガーではないってこと？そうだな。本当に正しく呼ぶならサーベルキャットだ。へえ、全然印象が変わるわね。まあこの動画ではややこしくなるから、そのままサーベルタイガーで通していくぜ。サーベルキャットことサーベルタイガーって絶滅してるわよね。ああ、だいたい絶滅したのは1万から1万2千年前くらいとされている。どうして絶滅しちゃったの？大型の動物の捕食に特化しすぎたから、と言われているぜ。どういうこと？サーベルタイガーの中でも、スミロドンは集団で大きな生き物を飼っていたと言っただろ。けど氷河期が進んでいくと、獲物になる大型動物が絶滅してしまったんだ。そうか。氷河期で今までの環境や生態系が、ガラッと変わっちゃったのね。そうだ。けどスミロドンは、大型でゆったりした生き物を狩ることにしか、特化していなかった。そのため小型中型の生き物を捕まえられなくなってしまったんだ。スミロドンは足が遅いって言っていたものね。さらには人間に乱獲されたという説もあるぞ。
アソーカサーベルタイガーがいた時代は、人間もいたのよね。ああ、マンモスと同じで、人間に狩られていた可能性はある。ただサーベルタイガーと人間の生息地域は被っていないから、現在はこの説は支持されていない。人間が滅ぼしたのではないようでよかったわ。でも一つの狩りに特化したから、滅びることになった、ってなんか切ない話ね。サーベルタイガーのいた時代なら、この狩り方が最強の狩りだったんだが、獲物がいないんじゃどうしようもないものな。マリサ、マンモスを蘇らせるプロジェクトってあったじゃない？ああ、あるな。いろんな機関がチャレンジしているぜ。サーベルタイガーもできるんじゃないの？だってマンモスみたいに DNA はわかっているんでしょ？それはちょっと難しいかもしれないな。どうして？今サーベルタイガーを蘇らせようとしたら、サーベルタイガーの DNA を猫に植え付けることになるだろ。そうそう。ところが今入手できるサーベルタイガーの DNA は、細胞の一部分だけで、生物の核になる部分は見つかっていないんだ。だから猫をクローン化させたらいいんじゃないの？それは本当にサーベルタイガーだと思うか？違うの？これで出来上がるのは、サーベルタイガーの DNA を持った猫だ。きっと一番の特徴である牙もできないぜ。あの牙はサーベルタイガーが、長年の進化を重ねて手に入れたものなんだ。そうか。確かに DNA 的には似た生物ができても、絶滅した生き物がそのまま蘇ることはないわよね。まあこれはまだ未発見のことが多いからだから、これから新しい発見や技術が生まれたら、新しい可能性が見えてくるかもしれないぜ。そうね。それに期待するわ。でも、こんなに可愛い猫ちゃんたちが、昔はあんな強烈な牙を持っていたなんてね。だから言ったろ、猫科は大きくなったらかなり強い動物なんだ。家猫の大きさだから可愛がれるんだぞ。そうね。この進化も人間にとって嬉しいことではあるわね。よし、なら早速うちの猫ちゃんたちのために NTR するわよ。TNR って言ってるだろ。こんにちは。ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。マリサ見て。京都に旅行に行った友達からお土産もらったの。お、定番の生八つ橋か？あれもう食い飽きてるんだよな。違うわ。これよ。なんだこれ。オオサンショウウオのぬいぐるみよ。かわいいでしょ。でかいなおい。全長170センチよ。京都水族館で話題なんだって。え、どうするんだそれ。抱き枕にするわ。そうか。まあ抱き心地は満点だろうな。オオサンショウウオみたいに、小さい手足の生き物って可愛いわよね。なら今日はオオサンショウウオみたいな動物で、最古のものじゃないかって生き物を教えてやろう。初めて陸に上がった生物？イクチオステガトワ、だ。お、それは楽しみね。それじゃあゆっくりしていってね。その生き物は、イクチオステガ、って言うんだ。どれくらい昔の生き物なの？約3億6700万から3億6250万年前と言われているな。デボン紀後期の生き物だ。そんなに昔なの？名前の由来とかあるの？イクチオステガは丈夫な肋骨があるんだが、それを大いに例えて、ギリシャ語で魚の、イクチオ、と大いの意味である、ステガ、を合わせて名付けられた。大いのような魚、って意味ね。魚ではないんだけどな。だから、魚みたいな生き物、くらいのニュアンスだ。大きさは？体長1メートルから 1.5 メートルぐらいらしい。霊夢がもらったぬいぐるみより、ちょっと小さいくらいだな。それでも大きいわねー。もちろん化石からわかったんでしょ？そうだぜ。名前にもあるように、魚に似た頭骨なんだが、死体、四肢、脊椎はすごく頑丈なことがわかった。特に肋骨がかなり発達していたのが、重要なポイントだ。なんで肋骨が重要なの？地上で生活するなら、魚と違って内臓を支えなくちゃいけないだろ。そうか。だから肋骨が発達しているイクチオステガは、地上で生活していた可能性があるってことね。ああ、発見された当時は、最古の四肢動物じゃないかって言われていたんだが、最近はもっと古い年代に生息していた種が発見されている。それはなんていう名前なの？ペデルペスやオブルチェビクテス、エルギネルペトンなんかだな。現在ではペデルペスが、最古の四肢動物とされているぜ。ペデルペスはどれくらい昔の生き物なの？約3億5000万年前くらいだ。イクチオステガと少しだけずれるな。ほんとね。でも今日はまずイクチオステガの話よね。そうだぜ。イクチオステガは四肢動物の進化に、とても重要な痕跡がたくさん残っているからな。そうなの？まあそれは後からな。まずはイクチオステガの特徴を、続けて紹介するぜ。気になるわ。イクチオステガの皮膚は体液がついていて、乾燥を防ぐ役目をしていた。それは今の両生類とかとすごく似ているわね。四肢を使って移動していた、とされているんだが、
実はちょっと怪しい説らしい。どうして？大きすぎるんだ。大人になると体長 1.5 メートルにもなるのに、陸上で自由に動くには少しで足が小さすぎる。でも骨格がしっかりしていたって、さっき言ってたじゃない。それがまた問題なんだ。確かにがっしりした肋骨や強固な背骨は、地上に出るために必要なものではあるんだが、その作りが頑丈であってばあるほど、体も重くなってしまう。なるほど。丈夫さが逆に陸上に上がる邪魔になってしまっているかも、ってことね。さらに前足に比べて後ろ足はすごく小さい。これじゃあ水中から出る時の体は支えられても、地上で自由自在に動くのは難しそうだな。なんかはっきりしないわねー。そこで 3D モデルを使った実験が行われたんだ。おお、なんかすごそう。結果は？検証の結果、イクチオステガは、短い4本の足のうち2本だけを移動に使って、陸上ではパタパタと跳ね回っていたんじゃないかと予測された。想像すると可愛いわね。3D モデルにすると、前肢が十分に回転しないことから、4足歩行もできないことが分かった。後肢の方はほとんど地面に触れてもいないようだ。パタパタ跳ね回りながら移動してたってこと？変わってるわねー。そんなこともないぜ。今でも似たような生き物がいる。そうなの？どんな生き物？ムツゴロウだ。ムツゴロウさんは動物を吸うだけで、しっかり歩いているわよ。実は麻雀が強いんだよな。ってそうじゃない。有明海にいる方だ。あ、そっちね。確かにムツゴロウも、水が引いた時パタパタ移動してるわね。さらに口を捨て側、背骨も曲がりにくいらしいことが分かった。ピチピチもできなかったかもしれないじゃない。そうだな。だから漕ぐような動きが一番近いかもしれない。前足だけで、体全体を進める感じだな。なんかちょっと、イメージよりずっと動けなかった感じなのね。この説に異を唱える学者もいるぜ。イクチオステガの骨盤がとても大きいから、何か大切な働きをしてたんじゃないかってな。下半身がほとんど動かないなら、大きな骨盤はいらないものねー。ああ、もしかしたら化石では残っていないけれど、後肢には大きな筋肉がついていた可能性だってあるだろ。そうか。骨の細さを、筋肉でカバーしてたかもしれないわね。一応前者の学者たちは、大きな骨盤や太い格子があったとしても、泳ぐためや漕いだりするためにあったんじゃないかとしている。でも背骨は太かったのよね。魚みたいに細くないと、泳ぐのに不便じゃない？そうなんだよ。今の背骨の太さで泳ぐとすると、お風呂に浮かべる魚のおもちゃみたいな泳ぎ方をしてることになってしまう。すごく不便そうよね。さらにわざわざ骨盤が大きくなっている。ってことは、何か進化上の理由があると思うんだよな。そうじゃないと割に合わないだろ？そうよね。自分を危険にさらすような進化をするはずがないものね。何か便利だから、進化したはずよね。まあとりあえず現段階では、胴体部分が陸上生活に適していることと、四肢の構造から、アザラシみたいに水辺で生きていたんじゃないか、って説が有力だぜ。そもそもイクチオステガが、陸上と水中を行ったり来たりするのはなんでなの？日光浴のためじゃないかとされている。日光浴ね。なるほど。ガラパゴスにいるウミイグアナなんかも、日光浴をして体を温めるために海から上がるからな。ガラパゴスの生き物を出されると、妙に説得力があるわね。イクチオステガは少なくとも頭部を水の外に出すくらいの強い前肢を持っているし、頑丈な胸郭と背骨があるから。腹部の日光浴をするための助けにもなったんじゃないかな。よくワニとかも日光浴してるものね。そして体を冷やしたり、食事や繁殖を行うときは水中に戻っていたんじゃないか、ってことだ。なるほど。それなら水中と陸上を行き来してた理由もわかるわね。イクチオステガも大きくなった生態は、自由自在に動くのは難しかっただろうけど、子供のときは体も軽くなるから、もう少し自由に動けたんじゃないかな？ああ、それはありそうね。動きやすかったら、水中の捕食者にも陸上の捕食者からにも逃げやすくなるものね。このイクチオステガなどが属するイクチオステガ目は、陸上を歩くことに適した両生類である分椎目や単竜目へと受け継がれた。分椎目や単竜目ってどんな生き物？両方とも今につながる両生類の仲間だ。イクチオステガは、両生類の進化を語る上で重要な存在なのね。それだけじゃなさそうだぜ。それがさっきの話につながるぜ。四肢動物の進化についての話ね。私たち人間は、地上に住んでいる脊椎動物で、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類のうちの哺乳類に当たるだろ。そうね。でも水中に住んでいる脊椎動物の多くは、魚類だ。魚類は地上にいる四肢動物みたいに足はないだろ。あってもヒレとかだものね。しかし魚類の中には、肉鰭類と呼ばれる種類がいる。
例えばシーラカンスやハイヨなんかがそうだ。そして、四肢動物はこのハイヨの仲間が進化したことがわかっている。ハイがあるのは四肢動物に近そうだけど。根拠の一つは、おひれが小さいことだ。もしおひれが大きい動物が陸上を歩いたら、おひれが地面に擦れて、ボロボロに破れてしまうだろ？そうね。育児をしてがもうはあっても、ヒレとか地面に擦りそうなものはないものね。さらにもう一つは鼻孔だ。鼻孔？鼻孔は鼻の中の空間のことだ。肺呼吸をするために大事だろ。そうね。鼻からも息が吸えないと困るわね。鼻はもともとは息止まりの穴だったんだ。イクチオステガの前にいたヨステノプテロンというデボン紀の肉球類では、この鼻腔が口につながっている。なるほど。肺で呼吸をしていたってことの根拠になるわけね。つまり鼻腔と口がつながり、おひれが小さくなるという進化を経て、今の私たちのような生き物が生まれた。だからこの特徴を持っているイクチオステガは、四肢動物の進化のキーになるんだ。鼻腔が行き止まりだった生き物から、鼻腔と口がつながったヨステノプテロンが進化して、それからおひれが小さくなったイクチオステガが進化して、それから完全に陸上生活に適応した人間が進化したってことね。そうだぜ。わかりやすくまとめたな。実際にイクチオステガのような初期の四肢動物は、肉気類の魚より陸上生活に適応していた。どうしてわかるの？肉気孔の一部である早期類は、肺を持ってはいたが、主にエラで酸素を取り込んでいたんだが、イクチオステガは完全に肺に頼っていたと思われているんだ。完全に肺で息をしていたのなら、確かに四肢動物にずっと近い存在ね。しかしイクチオステガたちは、最近では、脊椎動物の祖先と直接的なつながりはない、という説も唱えられているんだ。どうして？すごく進化の様子がわかる生き物だと思うけど。現在の四肢動物はおおよそ2万種以上いるが、それらはすべて、一種の肉気類から進化したと考えられているんだ。しかしその一種類がわからない。さっきからイクチオステガに似た生き物とかって、たくさん出てきているものね。そうなんだ。もしイクチオステガが生きていたデボン紀が、今の生態系くらい多様性があったとしたら、肉気類が数千種ぐらいいてもおかしくない。そりゃあそうね。その中のたった一種類の祖先を見つけるのは難しいわ。だからイクチオステガも四肢動物の祖先に近い種ではあるけど、直接の祖先ではないってことになるんだ。じゃあ私たちの祖先を見つけるのは、ほとんど不可能なのね。万一見つかっても、それが祖先だと決定するのは難しいだろうな。まさにミッシングリンクってやつだ。進化の途中がすっ飛んじゃってるってことね。なんかちょっと残念だわ。そんなこともないぜ。直接の祖先の化石は見つからなくても、直接の祖先と似ている近縁種の化石を見つければ、そこから研究が進むんだから。そうね。進化の道筋が全く途切れたわけじゃないものね。実際イクチオステガと分椎木単竜木の間には、ローマーの空白と呼ばれる2000万年の空白があったんだが、ペデルペスという種の化石が発見されたことで、この空白を埋めることができたんだ。すごいわね。まだまだ研究は進んでいくってことね。そうだぜ。たとえ小さな発見でも、それが大きなことにつながることもあるしな。よかったわ。なら今日はオオサンショウオちゃんのぬいぐるみを抱いて、イクチオステガを思って眠るわ。夢の中でイクチオステガに会ったら、どんな泳ぎ方と歩き方してるのか見ておいてくれよな。任せてよ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。やっほー。ねえマリサ、最近なかなか外に出ることができないじゃない？何か家でできる楽しいことはないかしら。そうだな。家にいながらでも恐竜展に参加できるオンラインツアーなんどうだ？何それ楽しそう。7月17日からパシフィコ横浜で開催されるんだ。クイズや解説など楽しく学ぶことができるんだぜ。恐竜なんてなんかワクワクしちゃうわね。今日はそんな恐竜に先立ちしてモササウルスについて見ていこうと思うんだぜ。モササウルス？聞いたことないわ。モササウルスは海史上最強と呼ばれた恐竜で恐竜について学ぶなら押さえておきたいところだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずはモササウルスの概要についてだ。モササウルスは約76,600万年前の後期白亜紀の捕食者でヨーロッパ西部と北アメリカに生息していたんだが、日本やニュージーランドにも生息していたという説もあるぜ。それにしても随分強そうな見た目ね。ああ、モササウルスは深海に生息し大型魚類ウミガメアンモナイト海生爬虫類鳥類翼竜恐竜首取り竜を捕食していたと考えられているんだ。ええ、そんなにたくさんの種類を食べるの？化石からは傷が治癒した痕跡が少なかったことから闘争が少なかったと考えられているんだ。確かにこの時代は常に戦いの中で生きていくって感じだもんね。
モササウルスの頭骨は短い円錐形の先端部に向かって細くなり、顎には巨大な円錐形の歯が並んでいるんだ。いかにも捕食者らしい雰囲気ね。ヒレ状の前肢には5本、後肢には4本の指があり、尾は強靭で、サメや魚竜にも似た二股の尾びれが存在したことが他のモササウルス科の化石からわかっているんだ。強い歯に加えて早く泳げるなんて最強じゃない。これが海史上最強と言われるゆえんなのかもな。体が硬くなっているのは尾の末端が強力な推進力を生み出す際に引きずられないようにするためだと考えられているんだ。泳ぐのに特化した構造になっているのね。モササウルスはトカゲやヘビの分類とされているが体の構造はシャチやイルカに似たものになってるんだ。水中での生活に適した形に変化していったのかしら？そういうことだな。他のモササウルスの強みといえば卵胎生だったことだぜ。卵胎生？恐竜なんだから卵を産むのは普通なんじゃないの？卵胎生ってのは哺乳類と同じように体の中で孵化させて成長した状態で出産するということなんだぜ。ある程度生育した状態で生まれてくるとその分繁栄には有利っことね。そういうことだぜ。それじゃあ次は発見の歴史についてだぜ。最初の化石は、1764年にジェイン・バクティスト・ドローインが発見して1766年に記載したものだ。発見されたのは比較的最近なのね。ハールレムのテイラーズ博物館初代館長マーティン・バン・マルムは1784年にこの標本を時間に持ち込み、1790年に記載を発表したんだ。そして彼はこの標本をクジラの一種と考えたんだ。クジラ？私たちが思ってるクジラとは少し違う気がするけど。まああくまでも考えられただけで断定されたわけじゃないんだ。第二の化石の発見は諸説があるんだが1770年頃、1780年頃という説がある。いずれにせよ、この頃に第二の部分的な頭骨が発掘されたんだ。最初の発掘とは別に分かったことはあるの？ドイツ軍医ヨハン・レオナルド・ホフマンはこの動物をワニだと考えたんだ。ワニ？クジラとワニで意見が割れるなんて面白いわね。しかし最終的に1786年に標本にはハクジラと表記されたんだぜ。当時は学者たちによって意見が分かれていたのね。実はモササウルスを巨大なオオトカゲ科の化石であると結論付けた人もいるんだぜ。学者によっていろいろな見方があるって面白いわ。最終的な結論としては標本が現存するどの動物とも異なる大型動物であるとする奇妙なものになったんだ。化石のみで生態を完全に特定するのはやっぱり難しいのね。さあ、ここからが本題だ。ではなぜこのモササウルスが絶滅したかというところを話していくぜ。確かにここは気になるところだわ。まず前提として絶滅する原因が決して弱いからというわけではないことを抑えてほしいんだぜ。むしろその時代を大いに繁栄し栄華を誇った生き物ほど、あっけなく絶滅したりするんだぜ。そうなのね。私のイメージ的には弱い種は強い種に淘汰されていく弱肉強食みたいなのを思い浮かべてたわ。強さや弱さは、その時代の環境によって変わるものだから一概には断言できないんだぜ。なるほど。そういうことね。モササウルスの絶滅を一言で表すと毒の海で絶滅だ。毒の海？どうして粋な毒が出てきたの？それは今から話すぜ。さっきモササウルスが捕食する対象の一つにアンモナイトがあったよな。そうね。原因は地球が隕石に衝突した弾みで発生した毒ガスが雨となり海に流れ込んだことなんだ。衝突の蒸発で発生した硫黄や硫酸がガスとなり酸性雨として降り注いだんだ。陸で発生した毒ガスでも雨になれば海の中にも侵食してくるものね。そういうことだ。この毒ガスにより海中のプランクトンやアンモナイトが絶滅、そしてそれを食べる魚、つまりモササウルスも絶滅してしまったんだ。生態系の頂点といっても餌がなくなると生きていけないものね。まあこれまでモササウルスの絶滅までの流れを説明してきたんだが、もしかするとモササウルスには生き残りがいるかもしれないんだ。それってどういうこと？実はモササウルスの生き残りかもしれないと言われている目撃証言が多数あるんだ。まだ断定はできないのよね。ああ、写真や映像などでの記録は残ってないそうなんだ。それは残念ね。もしかしたら見間違えだったのかも。しかし目撃者の証言によると背中にトゲトゲしいヒレを持ち、口には巨大な牙あったと述べていてこの特徴はまさにモササウルスなんだ。今後の研究に期待が高まるわね。ああ、ただ現段階での見解はモササウルスに子孫はいないというものだからこれが覆されることがあればすごいことなんだぜ。ってことでモササウルスについて見てきたけどどうだった？そうね。やっぱり強い種は弱い種によって助けられている側面もあることを知れたわ。どんなに強くったって食べるものがなければ生きていけないもの。強いものが滅びた例は多々あるがモササウルスのその典型な例の一つだよな。でも恐竜に関しての話って意外と面白いわね。もっと知りたくなっちゃった。
恐竜の生態は時代や環境によって違うから気になった人は他の恐竜について調べてみると面白いと思うぜ。はぁ、今日も寝不足だわ。どうしたんだ霊夢。また夜更かししてスマホゲーかな。最近ネトフリに加入したんだけど、海外ドラマ見てると続きが気になっちゃってついまとめて見ちゃうのよね。こういうのビンジウォッチングって言うらしいけど。海外ドラマな。確かに人気作はよくできてるよな。謎が謎を呼ぶ展開ってやつ？休みの日なんか、終わりが気になっちゃって結局最終話まで一気見しちゃうんだよな。わかるぜ。サスペンスものとかやっぱり謎が多いほど引きつけられちゃうのよね。そんな謎好きな霊夢のために、今回はオパビニアの謎について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。オパビニアの謎って？また新しい謎解きドラマか何かしら？オパビニアとは、カンブリア紀に存在した生物の名前なんだぜ。ああ、生き物の名前ね。カンブリア紀って人類が生まれるより随分前ってことくらいしかわからないんだけど、具体的にいつの時代の話なのかしら？年代で言うと約4億から5億年前くらいだな。ちなみにカンブリアはイギリスのウェールズ地方の古い呼び名のことで、この場所にカンブリア紀の地層が多く分布していたことからその名が付けられたんだぜ。4億年前、人類が誕生したのが確か数万年前だったかしら。4億年前となると、人間なんてまだ影も形もなかった時代ね。そうだな。人類どころかまだ大陸すら存在してなかったからな。生き物はすべて海中で暮らしてた時代だな。そういえば、カンブリアって名前の番組ってあったわね。テレ東のドキュメンタリー番組だったかしら。それはカンブリア宮殿だな。カンブリア紀は生物の多様化が一気に進んだ時代として有名でカンブリア爆発なんて呼び名もあるくらいなんだが、カンブリア宮殿は現代を価値観の多様化が爆発した時代と捉えて、番組名にカンブリアを採用したんだろうな。なるほどね。それじゃ、オパなんとかはそんなカンブリア爆発の時期に生まれた生物ってことね。一体どんな生物なのかしら。陸地がなかったってことは、海中生物ってことよね。私が知ってる古代の生き物って言えば、三葉虫とか、アンモナイトくらいかしら？オパビニアな。ちなみにアンモナイトはもう少し後の時代だけど、三葉虫はカンブリア紀には存在してたらしいな。でも私、三葉虫って言うとダンゴムシのでっかいやつみたいで正直苦手なんだけど？そうだな。当時の生き物は節足動物の一種として分類されてるから、ダンゴムシの祖先と言っても差し支えないかもな。肝心のオパ、ビニアはどんな感じなのかしら？百聞は一見にしかず、見た目はこんな感じだぜ。何これキモ。まあ正直苦手な人は多いだろうな。でも見た目がキモいのはオパビニアに限らず、カンブリア紀の生物に共通した特徴とも言えるんだぜ。カンブリア紀に生物種が爆発的に増えたのは、どんな生物が生存に有利なのか手探りだったことが理由として挙げられる。だから、奇妙奇烈な生物がたくさん生まれた。それらのキモい生物を一括りにしてカンブリアンモンスターなんて呼び方をするくらいなんだぜ。確かに生物っていうより怪物の方がしっくりくるわよね。それにしたって、目玉が5つに口から触手、体にうねうねがついてて、尻尾はエビ、本当にこんな生き物存在したのかしら？子供の妄想でも、もうちょっとリアリティのある怪物を考えそうだけど。怪物といえば、ギリシャ神話にもいろいろな動物のパーツを混ぜこぜにしたような化け物いたと思うんだけど？それはキマイラだな。獅子の頭にヤギの体、尻尾が蛇の怪物だな。それよそれ、頭がたくさんあって尻尾が蛇。あの取ってつけた感とか、なんだか似てる気がする。でもキマイラはあくまで想像上の怪物であって、こっちは実在した生物の話なんだから、レベルが違うわよね。いきなりこんなヘンテコな想像図を見せられても、にわかには信用できないってのが普通じゃない？まあ、その評価はある意味妥当と言えるんだよな。初めて学会でこの生物の復元図が発表された時は、こんなのありえないってバカにされて会場が爆笑に包まれたってエピソードも残ってるくらいだからな。オパビニアの立場で考えると、5億年後に自分の姿が爆笑されてるってちょっと同情しちゃうわね。まあ、人類だって5億年後なんてどうなってるかわかったもんじゃないけど。でもオパビニアの姿ってよく見るとなんだか見覚えがあるような。そう、アニメのナウシカに出てきたでっかい虫、オウムっていたわよね。目玉がたくさんついてるとこなんかそっくりじゃない？そうだな、ナウシカに出てくる不快の生き物って、この時代の生物をモチーフにしてる可能性はありそうだよな。ちなみにオパビニアの種の名前はレガリスで、ラテン語で王の、という意味を持つらしいからな。オウムも漢字で王の虫って書くし、何かしらのつながりは感じるよな。
オウムの元ネタって考えると、なんだか急に親近感が湧いてきたわ。口から伸びてる触手もゾウさんのお花みたいに見えなくもないし。そうだな。あの触手をゾウの花に例える人も確かにいて、五つ目のゾウってあだ名もあるみたいだな。おたびにあの口は体の下についてて、触手で捕まえた餌を口に運んで食べてたらしいから。その様を想像するとゾウが鼻で餌や水を口元に運ぶ仕草に似てなくもないよな。でも、オウムって言うとたくさん生えた足で地面を走るイメージが強いから、そこはちょっと違うかしら。ああ、そういえば再現図にはあまり書かれてないけど、体の下にはたくさんの足のようなものも生えてて、それで海底を移動してたって説もあるんだぜ。そうなのね。やっぱちょっとキモすぎ。無理かも。でも、純粋に生物としてのポテンシャルだけで考えると、触手によるリーチの長さで捕食範囲が広くて、うねうねで自在に海中を移動できて、目玉も5つもあるから視野も相当広い。おまけに足まで生えてて海底も移動できるってちょっと万能すぎやしませんか？確かにな。カンブリア爆発が起きて生物の生存競争が急速に激化する中で、おたびにあのポテンシャルは生き残りにかなり有利に働いたと考えるのが妥当だよな。でも、実際はそうならなかったらしいぜ。そうなの？一体何がいけなかったのかしら？理由は例えるなら器用貧乏ってとこかな。あれこれできすぎることは、逆に言うと目立った強みがないってことでもある。何でもそつなくこなせるけど、あまり出世してない人って会社に一人はいるよな？きっとそんな感じだぜ。なんだか急に身近な話に思えてきたわね。生物界もビジネス界も選択と集中が生き残りの鍵になるってことなのね。現代のビジネス面も古代生物に学ぶ点がありそうね。あれこれやりたいことに手を出しすぎて全部中途半端に終わっちゃうとこなんかは、なんだか私にも似てる気がしてきたわ。そういえば、ベストセラーの残念な生き物辞典の姉妹本でもある、絶滅した生き物図鑑でも取り上げられてたな。残念な理由で絶滅した生き物が紹介されてる本なんだが、ちなみにオパビニアの絶滅理由は、デコりすぎ、だそうだぜ。考えてみると確かにいろいろ盛りすぎなのよね。渋谷なんか歩いてるとバッグや癖、スマホにまつげエクステまで全身デコりまくってる女子をたまに見かけるけど、彼女たちも絶滅危惧種なのかしら。まあ、ファッションも時代とともに移り変わっていくものだからな。いずれは滅んでいくんじゃないかな。ところで肝心のオパビニアの謎って一体何なのかしら？確かに見た目だけで十分謎な生き物であることはわかるんだけど。オパビニアについては体の構造や生態について未だに謎が多くて議論が絶えないのは確かなんだが、その中でも一番の謎と言えるのは、分類の難しさなんだよな。1970年頃までは、オパビニアは甲殻類の一種として分類されていたんだぜ。いわゆるエビやカニの祖先として考えられてたわけだな。当時はまだ全体像がはっきり示されてなくて、化石の大まかな形から推測して分類されてたんだな。あの尻尾の形だけ見るとエビっぽいしな。だけど、その全体像が徐々に明らかになるにつれて、様々な矛盾が生まれてきた。その結果、1970年以降は現行の生物種のカテゴリーには含まれない。プロブレマティカ、別名奇妙キテレツ動物として扱われるようになる。奇妙キテレツ動物って、見たまんまね。そうだな。その生態の奇妙さは現行生物のどの種にも当てはまらない、当てはめようがないから、一旦判断を棚上げした形だな。特に生物学者の頭を悩ませたのが、大きな特徴でもある触手の構造なんだぜ。当初は、触手の先端は縦開きと考えられていて、この構造は現行生物の生態からは説明のしようがなかった。だけど、これを横開きと解釈したことで、一本に見える触手は実は左右の腕が二本合わさった形と考えられるようになった。縦と横。素人目には大した違いには思えないけど、それほど重要なことだったのね。そうだな、これでオパビニアは晴れて節足動物の仲間入りができたというわけだぜ。まあ、触手以外にも複眼やヒレなど、得意な構造を持った生物であることは確かなんだが、以前のようなチューブラリン状態ではなく、原始的な節足動物としての立場は明確になったわけだぜ。やっと自分のアイデンティティを確立できたってわけね。私は未だにモラトリアムだけれど、自分が何者かわからないって若者には欠かせない悩みのテーマよね。さて、今回の動画は謎生物オパビニアについて解説してきたけど、どうだったかな？そうね、最初に復元図を見せられた時は肝さしか感じなかったけど、いろいろ話を聞いてるうちに、少し親しみを持てるようになったかも。生きることに精一杯で不器用な感じとか、なんだか自分の生き方まで問われてるみたいで、面白かったし勉強になったわ。そうだな。
何でも見た目だけで判断しがちな私たちへの教訓として捉えると、また面白いよな。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ霊夢、サメというと何を思い出す？サメといえば上手でしょ。あとは、何がいたっけ？サメといえばメガロドンよ。ただし、今はもう絶滅してしまった、200万年前の幻の巨大サメのことなんだけど。それは面白そうね。でもなんで急にサメの話？一番大きなサメはホホジロサメだと言われているけど、実はそれより大きなサメがいたのさ。これってすごくない？ホホジロサメより大きいって、サメステーキ何枚分だろう。油が乗って美味しそうね。どんな変わったグルメなんだ？それにしてもサメって日本ではあまり見かけないと思わない？いるところに入るのかな？サメというと映画の中の話でしかない。サメステーキはタンパク質も豊富で美味しいのよ。バブルの頃、有明でサメの肉食べたってお母さんが言ってた。バター焼きでも美味しそうだな。でもそのメガロドン、実在したんだぜ。どこにいたのかも知りたいだろ？まあね。それではそろそろ行ってみましょう。チャンネル登録してくれるとモチベが上がりますね。よろしくお願いします。それではゆっくりしていってね。メガロドンって呼んでるけど正式名称はカルカロクレスメガロドンって言うんだぜ。メガロドン愛好家の間ではメグちゃんって呼ばれているぜ。メグちゃんか。体に似合わない可愛い名前ね。それにしても、どこの世界にもオタクはいるもんね。メグちゃんだけど、化石が見つかったのが2007年頃。アメリカ、カリフォルニア州のシャークトゥースヒルってとこが多いので、そのあたりに生息していたと考えられているぜ。シャークトゥースヒルか、日本語だとサメの歯をか。随分直球な地名ね。このシャークトゥースヒルなんだけど、保護手袋をしていれば、誰でもメガドロンの歯を探すことができるんだぜ。なんだそれ？メガロドンの歯って価値があるの？なんせ200万年前の巨大サメの化石だからな。一つの歯が人間の手のひらくらいの大きさがあって、500万円くらいの価値があるものもあるそうだぜ。500万円？行く行く。今すぐ行ってお宝をゲットする。なんだかゴールドラッシュでアメリカに押し寄せた一旗揚げ隊みたいになってきたな。でもそんなに頻繁には見つからないみたいだぜ。まあ、そうだろうね。たまたま行った時に見つかったら超ラッキーって感じだろうね。メガロドンはどのくらい大きいかなんだけど、どのくらいかわかる？さあねえ、一番大きなホホジロザメよりちょっと大きいくらいかな？ぶっぶー。体長はホホジロザメの約4倍の13メートルから18メートル、体重は100トンにもなるんだぴょん。なんだその語尾、チャラいわね。それにしても一番大きなホホジロザメの4倍って、どんな大きさなのかな？とんでもないな。びっくりこきまろ。霊夢こそその語尾、昭和かよ。ジンベエサメが体長12メートルくらいしかないそうだから、その大きさはとんでもないわね。じゃあ、重さはどのくらいかわかる？見当もつかないわね。ジンベエサメの4倍くらいかな。100トン。びっくりこきまろ。当たったな。メガロドンの体重は約100トンだぜ。ホホジロザメの25トンの4倍。すごいじゃん。ちょっと森気味に言ったのに、本当に100トンとは、びっくりしたわね。それにしても昭和ギャグが伝染しちゃったわね。なあ霊夢、さっきメガロドンの歯が人の手のひらくらいあるって言ったけど、もっと歯のこと知りたくない？サメの歯って鋭いわよね。噛まれたらひとたまりもない感じ。実はメガロドンの歯の一つは、人間の手のひらくらいの10から13センチくらいなんだぜ。それが口の中で5列に並んでいて、なんと276本もあるんだぜ。なんだそれ。歯が5列で全部で276本なんだか頭がクラクラしてきた。メガロドンに限らず、サメの歯ってそうみたいだぜ。でも実際には前の2列を使って獲物を取っていたみたいなんだぜ。へえ、普通のサメもそうなの。サメの歯なんてじっくり見たことがなかったわね。メガロドンの大きいのになると、顎の直径が2メートルにもなるものがいたらしいぜ。顎の直径が2メートルって、ジャイアントババ級の人が両手を広げたサイズってこと？どれだけ大きいの？って感じだな。それにそもそもサメって、体が軟骨で構築されているので、化石にならないんだぜ。でも歯は硬いから化石になるってわけ。普通の魚の骨はもっと硬いから、化石だって骨が残っていることが多いんだぜ。そういえばサメって泳いでる姿を見ても、くねくねしてるもんね。体というか、骨自体が軟骨なんで、柔らかいんだろうね。しかもその歯の化石は、アジアと南極以外の世界中で見つかっているから。カリフォルニアだけでなく、世界の海で生息していたってことになるんだぜ。なんだ？メガロドンってそんなにうようよいたのか。
当時の海の生物は気が気でなかっただろうね。メガロドンの歯って276本あるだろ。でもそのほとんどが予備なんだそうだぜ。だからもし硬い獲物を噛んでも予備があるってことだぜ。へえ、歯の予備か。人間にも予備があれば、いちいち歯医者に行かなくていいのにね。しかもその予備の歯は硬いものを噛んで折れてしまったとしても、48時間以内に生えてくるんだぜ。なんつう生命力。なんだそれ？ 48 時間以内に生えてくる？まるでトカゲの尻尾だわね。だからメガロドンは強靭な歯で常に獲物を取って食べていたと推測されるんだぜ。大したサメだわな。海のギャングどころか、海の王様だぜ。確かにね。海で一番強いのはメガロドンだっただろうね。その通り。しかもメガロドンの噛む圧力は10から18トンだと言われているんだぜ。恐竜の T-Rex が 5.8 トン、ホホジロサメが 1.8 トンだということと比較すると、ものすごい力で噛んでいたってことになるな。それだと小さな車なら一瞬でぺしゃんこね。三廃処理場でバイトできそう。ところで、メガロドンの餌ってなんだか教えてあげよ、か？なーにその口調、急に何か企んでる風のあざと女子口調ね。別に何にも企んでないぜ。実はメガロドンの餌は、クジラなんだぜ。ええー、またまたびっくりさせてくれますね。クジラといっても、ヒゲクジラって比較的小型のクジラを食べてたんだぜ。ああ、びっくりした。自分より大きなクジラを取って食べるのかと思ったわ。それが、体が大きくなるにつれて、自分の体より大きなクジラも食べるようになっていたみたいだぜ。それにシャチなんかも食べていた。クジラの化石の近くから、メガロドンの歯の化石も発見されてるんだぜ。海のギャングのシャチを食べるとはかなり根性座ってるわね。かつては魚やカメ、アザラシなんかを取って食べていたけど、それだと1日に 1.2 トンも食べるのが大変なんだぜ。カメやアザラシ食べちゃうって時点ですごいわね。1.2 トン分の餌の内訳が知りたいな。きっとすごい数だろうね。さすがにそれは大変なので、彼らより大きいけど、クジラとしては小型のヒゲクジラを狙うようになったんだぜ。それだと、1日に1頭狙えばいいくらいだからな。なるほど、メガロドンの餌取りも時短を狙ったってわけね。太古の昔から容量のいいのが勝つってわけね。しかもその狩りの仕方も独特で、ホホジロサメなんかは下から狙ってお腹を突き上げて骨折させる方法だが、メガロドンは強靭な顎で下から獲物に噛みついて、心臓や内臓を突き破るんだぜ。まあ怖い。メガロドンは随分えげつない狩りの仕方をするのね。下から狙うなんてずるい。海の中も弱肉強食ってことだな。食べるためには手段を選んでられないってこと。ホホジロサメは頭脳派、メガロドンは武闘派ってわけか。竹内力みたいだね。ところで、メガロドンの絶滅のわけだけど、待ってました。海の王者だけど、意外にしょうもない理由で絶滅してしまったりしてね。大抵は気候変動とかだよね。そうだぜ。今日は冴えてるな。いつもはなかなか当たらないのに。何よ、何も知らないアンポンタン扱いね。太古の生物が気候変動で絶滅したってのは、一般常識よ。まあまあ、そう怒るなよ。確かに気候変動で海の水が冷たくなったから住めなくなったってのはあるぜ。実は気候変動とともに、もう一つの説があるんだぜ。もう一つの説って？食べる餌がなくなったとか？ビンゴー。今日はすごいな。メガロドンはヒゲクジラが好物だったと言ったけど、そのヒゲクジラが少なくなってしまったんだぜ。それで食べる餌がなくなって、メガロドンも絶滅してしまったんだ。まぐれあたりね。でも今日は結構冴えてるのかもしれない。でも諸説あるのは否めないな。他にライバルが出現したから、って主張する学者もいるんだぜ。メガロドンのライバル？メガロドンが一番王者じゃなかったかな？実はクジラの仲間のリビアタンはライバルだったんだぜ。どちらもヒゲクジラが好物だったから、常に餌の取り合いをしていたんだぜ。メガロドンにしてもリビアタンにしても、サメっぽくない名前ね。餌だけでなくて、メスも取り合いしてたんじゃないの？サメの名前って上手しか知らなかったのにな。まあ、俺もそうだけど。そう、ひょっとしてメスも取り合いしてたかもな。サメって魚辺に交わるって書くしね。オスはあそこが2本あるんだぜ。なんだかどう猛で勢力も強そうな感じ。ああ、サメに生まれなくてよかった。ちなみに、サメの子供は卵で生まれてくるのと、子供になって生まれてくるのがいるってよ。そうそう。メガロドンの場合は、お母さんの体内で育ってサメの姿のまま生まれるタイプだそうよ。魚類の中では生まれる数は少ないのに加えて、数頭いる赤ちゃんが体内で共食いして、飼った子供がこの世に生まれてくるらしい。体内で共食いって、かなりエグいな。なのに生まれてきたのは100歳まで生きるのもいる。
全くとんでもない生命力と破壊力があるサメだぜ。体内で共食いってのはなんだか悲しくなるね。生まれてもないのに食べられちゃうなんて悲しすぎる。でもそうでもしないと強いのが生まれないからダメなんだろうね。なんだか生殖分野に関しては私も熱く語ってしまったわ。まあ、霊夢も好きもんだからな。しかし、サメもそうだけど、魚類の生殖ってかなり他の生物と違うな。メガロドンを含んだサメ類の生態もまだまだ解明されてないことが多そうな魚ね。タツノオトシゴだって、オスが赤ちゃん産んだりイクメンをしたりするよな。魚類ってだから面白いのかもな。研究者が多いのも頷けるような気がする。わかってないことがまだまだ多いから、古代サメ、メガロドンはいろいろとロマンが溢れるわよね。いつかすべての謎が解明されるのが楽しみだわ。マリサ、ゴジラ VS コング見た？おう、見たぜ。ゴジラやコングだけじゃなくて、メカゴジラまで出てきて、まさに胸アツ展開だったな。そうそう。やっぱり怪獣映画は、ドッタンバッタンのハチャメチャバトルが最高だわ。ゴジラが敵で、コングが人間の味方ってのもわかりやすくてよかったぜ。日本版ゴジラへのリスペクトも感じられたしな。キングコングって、昔から人間の味方のことが多いわよね。そうだな。白黒映画の時代もそうだった。猿だから人に近い感じがするし、なんとなく大きい生き物は、優しくて心が通じる感じがするからな。そこで今回はキングコングなのよ。キングコングは実在しないぞ。そんなことはわかってるわよ。でもほら、ビッグフットとかの伝説があるじゃない？ UMA のことだな。でもさすがに大きさは2メートルか6メートルのものしか目撃されていないぜ。キングコングくらいでかい猿がいたら、絶対 UMA にならず見つかってるわよ。でもビッグフットの伝説が残ってるってことは、もしかして昔大きな類人猿がいたんじゃないかなって思ったの。おお、それならいるぜ。ギガントピテクスっていう巨大な類人猿だ。あ、聞いたことあるわ。そういえばどれかのキングコングの映画で、ギガントピテクスから進化したのがキングコング、っていうストーリーがあったわ。2005年に公開されたやつだな。ほら、キングコングに繋がったじゃない。さあマリサ、私のキングコング熱が冷めないうちに、ギガントピテクスについて教えなさいよ。了解だぜ。それなら今日はパンダに負けて絶滅、ギガントピテクスの謎について紹介するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。ところでマリサ、パンダに負けたって。まあそれはおいおい説明するぜ。まずはギガントピテクスについて解説しなきゃな。わかったわ。じゃあギガントピテクスについて、まずは教えてちょうだい。ギガントピテクスは約100万年前に出現したとされる、大型類人猿だ。ふむふむ、大きさはどれくらいだったの？身長は約3メートル、体重は約300キロから540キロくらいだ。今まで発見された中で世界最大の霊長類だぜ。本当にビッグフット並みにでかいじゃないの。なんで今まで知らなかったのかしら？あまり有名じゃないわよね。発掘された化石の数が少ないんだ。今まで見つかったギガントピテクスの化石は3個の化学骨と歯しかない。情報量が少なすぎて、まだまだ研究が進んでいないんだな。え、それだけしか発見されてないの？なんでよ？ギガントピテクスの化石が見つかった場所は、大体が東南アジアの亜熱帯地方なんだ。だから劣化が他の場所よりも早いんだな。そうか。湿度が高くて温度も高いと、あっという間に劣化しちゃうわね。そもそもギガントピテクスの化石は、1935年に漢方薬局で発見されたんだぞ。漢方薬局？そうだ。ギガントピテクスの歯の化石が、漢方の原料となる有骨として売られていたのを、研究者が見つけて、化石だとわかったんだ。すごい話ね。見つけた研究者もびっくりだわ。現地の人もあまりにも大きすぎて、歯とは気づかなかったのかもしれないな。でも歯と下顎しか見つかってないなら、どんな姿をしていたかなんて、ほとんどわからないんじゃないの？そうだな。だから現在でもギガントピテクスの全体像の再現はできなくて、憶測や推定によるものが大きいんだ。大きさはどうやって割り出したの？発見された歯が類人猿と似た形をしたもので、下顎もホモサピエンスの2倍以上あったから、そこから大きさを推定していったんだぜ。なるほど。顎が2倍の大きさがあるから、体も2倍以上だったってことね。もちろんこれには反対の意見もある。もしかしたら顎と歯が大きいだけで、大きさはゴリラ程度だったんじゃないかって説もあるぞ。顎と歯が大きいだけのゴリラ。しゃくれてる感じがして嫌だわ。キャートルズに出てくるドテチンみたい。まあこれは別の部分の化石が発掘されるまでは、確定されることはないかもな。さっき東南アジアで化石が見つかった、って言ってたけど、他の場所では見つかってないの？そうだな。
ギガントピテクスには今のところ3種に分かれるんだが、それぞれ中国やベトナム、インド北部なんかでも見つかっているぜ。ふーん。そういえばギガントピテクスって、何の動物の祖先にあたるの？人間じゃないわよね。人間とは別の種類だ。昔は人類巨人説の根拠にもなってたんだが、それは否定されている。待って待って。人類巨人説って何？イギリスの考古学者レイモンド・ドレイクが唱えた説の一つだ。この説によると、巨人はもともと火星で暮らしていたんだが、宇宙規模の激変によって地球に逃げてきた。そこで巨人たちは、地球の大気や環境によって体が小さくなり、現在の人間になったって説だ。進撃の巨人の話？私まだ最終話読んでないから、ネタバレやめてね。違うぜ。でもまあそれくらい、ファンタジーに溢れてる説だよな。じゃあその地球に来た巨人の祖先がギガントピテクスだ、っていう説になってたってことね。そうだぜ。もちろん今は否定されている。そりゃあちょっと人類巨人説は、なかなか受け入れられないわよね。ロマンはあるから、ぜひとも会ってほしい話でもあるけど。確かにロマンはあるな。それでギガントピテクスの祖先なんだが。そうそう、それよ、全く別の話になったから、すっかり忘れてたわ。霊夢が聞いてくるから、順番がめちゃくちゃになったんだぜ。それでギガントピテクスは何の祖先なの？今のところはオランウータンに近いとされている。昔はゴリラかチンパンジーに近いとも考えられていたぜ。ふむふむ。それならオランウータンに似た姿をしていたのかしら？そうだな。化石から計算した想像図では、手の長い大きなオランウータンって感じだぜ。歩き方なんかも、今の類人猿と同じように、四足歩行かナックルウォーキングをしてたんじゃないかって話だ。本当にキングコングみたいね。それに想像図を見てると、進撃の巨人に出てくる巨人そっくりだから、巨人説が出たのも頷けるわね。食べ物は何を食べていたの？それも今の類人猿と同じだな。果物や竹なんかの植物を食べていたらしい。植物だけでこんな大きな体になったなんてすごいわね。だから今は雑食性だったのではないか、って説も出てるぜ。でもゾウやキリンも草食動物だけど、あんなに大きいからな。ギガントピテクスだって、大きくなってもおかしくはないと思うぜ。確かに言えてるわ。でもすごい量の食べ物を食べないと、やっぱり体の大きさは維持できないんじゃない？そこだぜ霊夢。今日のパンダはここに関係してくるんだ。うん、パンダがなんで関係するの？パンダが絶滅しそうなのは知ってるけど、オランウータンの生徒は聞いたことないわよ。じゃあギガントピテクスはどうして絶滅したんだと思う？そもそもいつ頃ギガントピテクスは絶滅したのよ？もちろん化石の発掘数が少ないから、確かな年代はわかっていないんだが、およそ10万年前には、急激に数が少なくなっていることがわかっている。じゃあその10万年前くらいに、何かあったんじゃないの？そうだな。ほとんど正解だ。10万年前頃、地球は恒星星という時代にあったんだ。恒星星？最近話題になったチバニアンもこの時期のことだな。この時代は地球全体が氷河期と、比較的気候が温暖になる、寒氷期と呼ばれる時代が繰り返されていた。地球の気温が、上がったり下がったりしていたっていうこと？まあ簡単に言うとそうだな。すごいんだぜ。氷ができたり溶けたりするもんだから、海水の量が変わって、百数十メートルも海岸線が変わったそうだ。へえ、じゃあ、すごく広い地域が海になったり、地面になったりを繰り返したのね。そうだ。そしてその時ギガントピテクスが住む熱帯雨林も、この恒星星によって大きく環境が変わった。そうか。別に海沿いじゃなくても、地球の温度自体が上がったり下がったりしてるんだから、環境が変わっていっちゃうのは当然よね。そうなんだ。それでギガントピテクスの住む地域も、環境が大きく変化したことによって、生える植物が変わってしまった。それでギガントピテクスは食料がなくなって、絶滅してしまったってわけね。ああ、何しろあの大きな体だからな。あの大きな体を維持するには、相当な量の食料が必要だっただろうから、少しの環境の変化でも、大きな影響があったと思うぜ。ふーん。大きいことはいいことばかりじゃないのね。そうだな。ギガントピテクスも体が小さかったら、絶滅しなかったかもしれないし、それこそ環境に合わせて、オランウータンくらいまで小さくなったら、今でも生きていたのかもしれないな。あ、マリサ。パンダの件はどうなったのよ？ギガントピテクスは中国にもいたって言っていただろ。さらに食べるものは植物だ。ああ、笹とか竹とかを食べるパンダと、食料の奪い合いになったってこと？そういうことだぜ。生息域が同じで、食べるものが一緒だからな。そりゃギガントピテクスとパンダが食料の奪い合いになったことだろう。でも待って、そもそもパンダってそんな昔からいるの？そうなんだぜ。パンダは意外と古くから存在している動物で、800万年前の地層から化石も発掘されているんだぜ。嘘？
だってあんなにのっそりして、今は絶滅危惧種なんでしょ？そんな動物が昔から今まで生き延びているなんて信じられないわ。そんなことないんだな。最近ではスペインの1200万年前の地層からも化石が発掘されていて、もしかしたら中国が起源の動物じゃない、って可能性もあるんだ。へえ。じゃあパンダも言うなら生きた化石なのね。そうだな。そう考えると、今みたいに大事に数を増やしていかなくちゃいけない理由もわかるよな。そりゃそうよ。でも結局パンダが勝ったから、ギガントピテクスは絶滅しちゃったのよね。自然界って厳しいわ。そもそも大きな動物は、それだけリスクを持ってるってことだ。確かに大きくなれば他の生き物から狙われるリスクは減るけど、ちょっとした環境の変化に耐えきれなくなっちまう。ゾウとかを見ているとわかるけれど、大きい動物は、一度にたくさんの子供を産めるわけではないものね。さらに哺乳類は体温調節をしなきゃいけないから、恐竜なんかの冷血動物に比べて、さらに多くのエネルギーを必要とする。それもギガントピテクスが絶滅を免れなかった理由だぜ。じゃあ実際にキングコングがいたら、とんでもないエネルギーが必要になるから、すごい量の植物が必要なのね。そうだな。キングコングが出る映画は、大体コングの他にもとんでもない大きさの虫とか恐竜が生き残ってる島だったりするから、もしかしたら制作している人もそのことをわかっているのかもな。でももしかしたら、小型化してビッグフットになってるかもしれないわよ。ははは。それも夢のある話でいいと思うぜ。夢があるから、キングコングみたいな面白い映画ができるんだもんな。そういうことよ。さて、じゃあ今日のことを振り返りながら、今日は朝までキングコング映画を見まくるわ。まずは白黒映画時代のやつからだな。私も混ぜてくれよ。それじゃご視聴ありがとうございました。